もし香川さんのお店で一日店長をやるとき、香川さんのお店に飲みに来てくれたら嬉しいですね。カウンターの中に立つと思うんで、ぜひよろしくお願いします。大阪の人はぜひ来てください。昨日和道さんと絡んでた女の子、エッチしてないとか言ってブラックさんとやったんで腹立ちます。ブラックさんって誰なんだろう。今日で消える？何が消えるの？気になったんですが、その部屋、霊現象はありませんか？ありますね。リスナーさんからすごいあります。こんばんは、バーターさん。よろしくです。霊現象、この部屋っていうよりも、僕の放送自体がすごい多いですね。もう何回も霊が映り込んでるっていう。まあ、俺は霊感ないからあんま気にしてないんだけど。リスナーさんが結構ギャーとかコメントで騒ぐことがたまにある。結構デフォですね。こんばんは。キャスの資産なんだ。俺ね、なんかセブンさんとさ、あんまり知り合いじゃないからさ、あんまりその件については分かんないよ。俺もバーで飲んでた人と普通にお酒を飲んだっていう感覚でしかないから。で、俺もなんか悪者みたいにされてるから正直気分悪い。別にセブンさんが悪いとかどうとかじゃなくて、リスナーさんのマナーが悪い。セブンさんのリスナーは、それが俺のね、印象。あんまり好印象を持ってないです、セブンさんのリスナーさんに。まあね、セブンさんのリスナーさんが全員そういう人とは思わないけど。あ、そうなんだ。真中美さん霊感あるの？なんかすごい嫌な思いしたから、なんか正直なんか囲い込みとか気持ち悪いと思ってるから。いや、俺が悪い悪くないとかじゃなくて、なんか、なんつうんだろう。誰か、なんかセブンさんを守ろうとか、なんかセブンさん泣かしてかわいそうとか、なんかそういうのが嫌で、勝手に泣いただけじゃん、女に振られて。なんかそれに、なんか黄色いコメントがなんかすごい生理的に無理っていうか、俺は。あ、そうだね。パソコン配信だから結構画質はいいと思う。なんか洗脳されてるんじゃないかなとか思って、なんか、ノリが合わないっていうか、なんかアイドルっぽいなとか思って。俺、セブンさんは好きだけど、セブンさんのリスナーさんちょっときついね。え、何？リスナーを辞めるの？ありがとう。バガーいつありがとう。今までありがとうね。釣りの道具にされるのは望んでないことだから罪悪感と怒りが乗る。釣りの道具？釣りの道具っていうか、なんか俺に対して何かを言うのは失礼だと思ってて、少なくとも俺の放送は俺の場なんだよ。俺と俺のリスナーさんの場なの。で、セブンさんの方が有名だし、リスナーも多いし、囲われてるのは知ってるけど、人の放送に対してとやかく言うっていうのは無礼だよ。そう思わない？郷に入らば郷に従えよっていう。っていうのは、向こうのリスナーに対して俺は思う。その部屋幽霊出るの？なんかね、幽霊この部屋に出るっていうよりも、俺がなんか霊を呼び込みやすいって言われる。よく霊能力者とか、その霊感ある人に。俺は全く自覚がないけど。和道さんに吹かしてたこと？ああ、まあ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 。アヒルさんが、女の人に対して腹立つっていうのはわかる。ただそれを俺にぶつけてもしょうがないから、それは女の人に言いなよ。配信者なんだから。アヒルさんが俺に言うんじゃなくて、アヒルさんはその女性に対して言う相手を間違えてるよ。俺に言ったって意味ないもん。あ、GK いらっしゃい。そう。でしょ？だってさ、ここは俺のトークを聞きたくて集まってる人が集まる放送なんだもん。少ないかもしれないけど。あ、俺はね、霊感ないからわかんないな、エリちゃん。わかんないんだよ。だから俺もリスナーさんから聞いて分かった、
の飯食ってて牛タン食ってたらなんか急にツイッターで「あのまた霊映ってましたよ」って来て「娘とびっくりしました」っつって「おお本当だ」と思って。ネックレス痛くないよ、これは。外向きにトゲがついてるから。ただね、安物だから被れるんですよ、これが。それがネックかな。ただ、あの、こうやって首にマイクを引っ掛けるためにつけてんのね。だから被れないね、いいネックレスが欲しいなと思って。短いこういうタイトなやつね。おー、浜田さんいらっしゃい。ありがとう。そう言っていただけると嬉しいです。あや、おはよう。ワドツ。なんだろう、釣りの道具っていうかね、なんて言うんだろうな。俺はね、正直、囲いとアンチって全く一緒だと思ってんの。で、正直、ネットもアイドルも嫌いなのね。ネットアイドルっていうか、アイドルキスなの苦手で。要は、囲いっていいことだと思って使われてるけど、もともと違うの知ってる？例えば、和骨っていう言葉も意味を間違えてるんだよ。あの、和骨っていう言葉って、もともと、ニコ生って、あの、1時間連打して、あの、ずーっと枠を取らないといけなかったの。昔って。1時間ずーっと配信者がもう枠取りたい、枠取りたいって連打をして、1時間後とかにやっと取れたの。だから枠取りお疲れ様ですって、そっから来てるんだよ。知らないでしょ？和骨って今、あの、挨拶になってるじゃん。元々の意味がそうなの。和骨って。で、何の話してたっけ？で、囲いって何なのかを知らなくて、ファンのことだと思ってるでしょ？違うのね。囲いって囲い込みから来てるの。で、迷惑をかける人っていう意味なんだよ。あれは、そのジャニーズとかでもさ、みんなイメージつくと思うけど、ヤマピーとか、キムタクとか、まあ誰かアイドルが来るじゃん。そうすると、うわーって囲い込んで、キャーってやる人いるでしょ？こっち向いてって。あれ、旗から見ると迷惑なんだよ。だから、囲い込み。要は、アイドルのことを自分のものにするために周りの人に迷惑かけることを囲いっていうの。で、俺は囲いとアンチって一緒だと思ってるのね。あの、気持ちが強い人のことを囲いとアンチっていうの。で、好きだった場合囲いなの。嫌だった場合アンチになるの。で、囲いの特徴っていうのは、何々くんが浮気した最低とか、要は自分の思い通りにならなくなるとアンチ化するの。アンチの人もそうなの。あの、あ、なんだ、こいついいやつじゃんってなった瞬間、囲い込みになるんだよ。だから、囲いもアンチも気持ち悪い。で、セブンさんのリスナーは囲いなんだよ、ほとんどの人が。要は、セブン君が泣いてる、なんでこんな女最低よって。ファンじゃないの。セブンさんのことを本当に応援するっていう気持ちがないの。冷静に見れなくなってるの。俺は気持ち悪いと思ってる。和骨の意味わかりませんでした。要は、1時間、枠を、一枠取るのって今自由に取れるでしょ。でも、1時間並んでないと枠を取れない。それくらい貴重な枠を開いたから、1時間ボタン連打して、大変だったね。枠取りお疲れ様ですっていうねぎらいの言葉だった。でも今、意味が変わってる。要は言葉の意味が変わってるでしょって意味。囲いはもともと悪い言葉なの。だけどその囲いの意味を分かってないよっていう。だから元の意味を分かってない。だから囲いは気持ち悪いって話だよ。要は。うん、まあ、わからない人はわかんなくていいや。うん。俺の放送わからない人はわからなくていいよ。わかる人だけわかるから。言ってる意味が。うん。たかとわかった。うん。リッキーこんばんは。うん。おはよう、東さん。目標花火は達成しましたね。生まれて初めてですかね。あの、目標金額今月は達成しました。来月はあの、50万円分目指して頑張ります。うん。今分かった。うん。だから、元々の意味を間違えて、歪んで解釈してるっていうことね。喧嘩の仲裁はうまくいきませんでした。うん。おはよう。ナミヤン、こんばんは。俺はファンが欲しいのね。俺のことを淡々と冷静に応援してほしいの。うん。いや、間違ってるときは間違ってる。合ってるときは合ってる。共感できるときは共感できる。すごいと思ったらすごいっていう。それが俺はファンだと思うから。そう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 。ニコ生の全盛期っていうか初期の頃だよね。枠の放送を開けなかった。うん、囲いは毒リンゴ食べさせようとする。魔女。アンチは魔法の鏡。7人の小人は本当のリスナー。
ありがとう、東さん。うん、とにかく、まあ、囲いは気持ち悪いよ。だって、普通のリスナーさんとか、普通のファンに迷惑をかける人だもん。はい、ありがとう。ホスさん、ありがとう。よろしくね。結局何、細田は来たの？あの捨て頃なんか俺に突するとか言ってたけど結局来なかったじゃん。ヒッターさんいらっしゃい。ニコ生からふわっち来ないね。陽平くんは今放送やってんのかな。ヒッターさん風船ありがとう。どうなんだろう、陽平くんふわっち来るか来ないかじゃなくて配信をやってるのかどうかわかんないかな。うん、元ライバルだから僕としてはやめてほしくない人の一人なんだけど。囲い、周りを塞いで囲い込むこと。そう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 。そう。だから異常な空間なんだよ、囲いって。会場には来てたんだ。写真撮らなかったの？プレミアチケットだったんでしょ？間に合わなかったのかな？なんかすげえ並んでたから。寝る前の日課になりつつある。あー、フリップくんいらっしゃい。楽しんでて。ニコ生で見ないんだ。じゃあやってないんだろうね。俺は本当にライバルだと思ってたから。うん、今は思ってないけど。うん、もともとライバルだと思って、切磋琢磨してやり合った仲だから悲しいかな、ちょっと。俺はセブンさんが泣いたことに関しては俺は別にあのセブンさんディスってないよ。むしろなんかピュアで純粋ですごいなんかまっすぐな人なんだなと思ったよ、うん、セブンさんともね俺がもし有名になって機会があればいつかコラボしてみたいなと思ってるし、まだね俺の実力は足りないけど、ヒロ兄貴はねもうずっと俺より先輩でよ、ふわっちではアンパンっていう名前でずっとやってる。アンパン、うん、ひらがなでアンパンかな。ナンパ配信をやってて、最近彼女ができてナンパをして、それでもうナンパ配信の時だけ閲覧が伸びてるかな。かわいいでしょ文章。釈迦っていう名前なんで、釈迦、うん、もしよかったら名前覚えてください。釈迦です。白文鳥、白い文鳥ですね。もう何歳だろう、もう3歳ですね。メスです。うん、シャカって呼ぶとピッてなった。シャカ？シャカ？うん。かわいいじゃん。手乗り文鳥ですね。尊敬してる生主はいっぱいいますね。うなちゃんマンもそうだし、まあ、しんごさんもほんと尊敬してますね。ケーキありがとう、高木直さん。俺は喧嘩配信より和道の配信の方が好きかな。シャンピンとの配信もいいと思ったし。まったりやってますよ。どちらかっていうと、語り系かな、俺は。雑談っていうか、語りが多いかもしれない、うん。そうそう、アンパンで検索すると出てくるよ。うん、ポコミさん、はじめまして。コメントありがとう。もしよかったらフォローしてください。楽しんでってね。釈迦のツイッターはないかな。釈迦のツイッター作る。ピッピッってピッって言いますよ。釈迦かわいいよ。慎吾の尊敬できるところ、あのね、あの、うん、なんか変な意味で誤解されたくないんだけど、俺は自分が人類で最も才能のない人間だっていう風に定義してんの。どんな人間も自分よりも素晴らしいところがあるっていう風に考えて生きてるの。それは会社経営をやるときからそういうふうに考え方を変えたんだけど、
それまでは自分は最高の男で、もう頭もいいし、顔もかっこいいし、金も持ってるし、最高の男だと思ってたの。でもそしたら挫折をしたんですよ。まあ世の中にはすごい男っていうのはいっぱいいるし、こいつダメだなって思ってる人もいっぱいいたんだけど、部下とかに。でも実は近かったのね。自分よりも能力がある人がたくさんいるのに、自分が天狗になってそれに気づけなかったんですよ。で、実はその考え方をするようになって、この人コミュニケーション能力なくて全然営業とかできないけど、実は語学がすごかったとか、英語だったらバリバリ喋れたとか、あと全く喋れないぐらいコミュ障なのにプログラミングの天才だったとか、要は自分よりすごい能力を探そうとしてない自分に気づいたの。で、俺31年間、32か、32年間生きてるんだけど、同じ32歳がいたとしたら、自分はこれでは勝てるけど、他の部分ではこの人の方がすごいっていうことは必ずあるんだよ。同じ年数生きてたら。だから、全人類自分より素晴らしいものを持ってる。で、それを見つけるのが自分の成長につながるっていうふうに生きてるのね。で、少なくとも慎吾さんっていうのは俺よりキャリアが長くて、知名度があって、収入も稼いでるんですよ。でしょ？喋りは俺の方が上手いかもしれない。でもそんなのは大したことないのね。まずキャリアもすごくて知名度もすごいっていうところは実績があるんだよ。で、何より神回も面白いし。慎吾はイケメンだと思う。可愛い人だと思います。トータルしたらね、俺今、何年だろう。もうすぐ5年目に入るから、4年間やってることになるかな。11月の、あ、じゃ、7月、来月の11日に、4年が終わるんですよ。で、5年目に入るの。だからもう4年間ずっと配信やってると思ってください。昨日、収束って何？普通に別れたけど。慎吾さん好きよ。ピュアで。LINE いいよ、電話かけてくる。いいよ、かけてきな。放送中は電話だったらウケるから。かけてきな。いいよ。俺はみんな覚えといて、放送中、LINE は読むことしかできない、メッセージは。返信するかどうかはわからない。ただ、電話だったら、放送に乗っかっていいんだったら、電話はいつでも受け付けるから。なんか、俺に言いたいことがあったりとか、相談があったりとか、逆に雑談したいとかいう人はいつでも電話かけてきてください。しもさんとブロック入れないのすごいよね。まあ多分ニコ生時代の癖なんだろうけど、まあまあいいじゃん、これから付き合いができるから波には。こんばんは。荒野って子は和道さんから見て魅力ある配信者ですか？間違いなく魅力あります。で、彼はもしかしたら本当の大手になれる可能性を持ってる子なんですよ。期待してます。もしもし。あ、もしもし。もしもし？もしもし。悪魔のキューピー？お疲れ。あ、とりあえず。どうしたの？僕はね、今日相相談？談相談いいよ。次、アゴモンキュービーやん。本物は、キュービーって、カタカナでしょ。それ昨日聞いたよ。ほんで、頭がごちゃごちゃ言うてんのよ。ごめん、電波が悪いんだけど、なんて言ったの？頭。聞こえてるよ。後の何？がごちゃごちゃ言ってんのよ。誰がごちゃごちゃ言ってんの？名前は言えないけど、名前は言えない？何の話をしたいの？俺に。ごめん、よくわかんない。誰が何を言ってるのかわかんないと俺は何も言えないよ、キューピー。まあ、私が和道っていう名前
つけるわな。うん。誰かが、お前、わらをちゃうやんけ、みたいな言い方するんですよ。うん。うん。お酒飲んでるの今。ちょ、ねえ、奥歯4本抜いてたから喋れない。あ、奥歯がないから今喋れないんだ、うまく。うん。うんうん。ごめんごめん。うん。うん。で、そんで、だから、バイトのとこに、もう、消えようかなと思って。あ、俺の放送見なくなっちゃうの？いや、見るよ。見るけど、もう。うん。潜って。え？潜ってみようと思ってんの？うん。うん、潜ってみるのもコメント打つのも任せるよ、俺は。見る方法は自由だから、悪魔のキューピーはコメントしたくないってことでしょ？したくないことはないけど、うん、そういうやつがおるから。誰も言ってないよ、今日。悪魔。え？では言ってないよ。え？わざのところは言ってないよ。でしょ？だったら俺のところで普通にコメントすればいいじゃん。うん。でも、うん、他の人が言うから。他の人のが言うのは俺に言われても困るよ。その人じゃないもん、俺。他のと。俺は俺と話分かる人やが、うん、ちゃうの。いや、だから俺は別に、うん、悪魔のキューピーは普通にコメント打っていいと思うよ。で、悪魔のキューピーが俺のところでコメント打ちたくないっていうのは、意味がわからない。だって他の配信者とか他のリスナーさんが他の枠で悪魔のキューピーをディスってるんでしょ？うん。うん。なんで俺のところでコメント打ちたくないって。そんな子供じゃないんだからさ。ちょっと待って、ジュース取ってくるから。ちょっと待ってて、悪魔のキューピー。うん。うん、大丈夫？大丈夫だよ。うん。うん。わざのところでコメント打ちたくないとか、うん、そんなんでないんや。うん。わざは、わし、ついな、思ったんは、うん。うん。そばに、腰かけてて、今からじゃあ、とか言って、あ、ごめんね、悪魔のキューピーさ、リスナーさんがいきなり、だからパニック起こしてるから、うん、俺リスナーさんに今ちょっと軽く説明しても大丈夫？どういう、はい、どういう状況なんか。うん。ね、はい、みんなね、悪魔のキューピーっていう小手班は、の人は、さっきコメント打ってたんだけど、もともと超兄貴っていう小手班だったの。で、俺のリスナーさんなの。で、悪魔のキューピーって、カタカナでキューピーの人が復活した人の。で、俺悪魔のキューピーと知り合いなのよ、その配信者の。で、この悪魔のキューピー、ローマ字の方の人は、超兄貴から悪魔のキューピーから許可をもらって、キューピーっていうそのローマ字の方の小手版をもらったと。で、そしたらドレさんに叩かれてブロックされたんですよ。この悪魔のキューピー。で、今やさぐれてるの。で、ドレさんにムカつくっていう相談を昨日されたの、俺は。で、今日今どういう状況かっていうと、ドレさんのところで、要は、お前なんて人の名前語るんじゃねえよっつってブロックされたから、もう和道のところでもコメント打ちたくないっていうのが今ここです。今この状況です。合ってるよね、悪魔のキューピー。うん、じゃあ、和道は関係ないよ。うん、関係ないよ、俺。知ってるよ。うん。和道。うん。知ってる知ってる。わらのことでは、わらはブロックしないか、かめんけど。俺はブロックしないって昨日言ったじゃん。うん。どれとか、うん、ね、他のやつが言ってんの。俺でもさ、昨日アドバイスしたよね。人の名前を文字って語ったらそういうことになるから、超兄貴の小手半に戻した方がいいよって俺も思うって言ったよね。一回戻したんですけど。戻ってないよ。そう。うん。
今日も悪魔のキューピーでコテハンコメント打ってるじゃん。戻してないよ。だから、それは、それは自分が、自分が有名配信者のコテハンに似てるのを使ってるんだから、それはしょうがないよ。それは自己責任の大人なんだから、それくらい想像がつくことじゃん。うん。うん、間違える人だっていっぱいいるよ。うん。うん。でも、うん。うん。でもじゃなくて。だって普通に考えてさ、普通に考えて大人として常識で、ね、あの、似てるコテハン、そっくりなコテハンで名乗られたら、あ、有名な人なんですかって言いたくなるじゃん。それはディスじゃなくて、それは誤解を招いてるのは悪魔のキューピーが、そういうこと、わかるでしょ？だからそんなのさ、自己責任でやっていかないと。でしょ？酔っ払ってないっつうの。いや、酔っ払ってるか酔っ払ってないかはいいから、うん、大人なんだから、そこは自己責任取らないとダメだよって言ってんの、俺は。後ろから聞こえたからね。うん。わざの言うのが、俺は正解やね。だから、俺は超兄貴って誰とも被ってないいい名前があるんだから、ね。あの、超兄貴っていう名前でずっと呼んでたじゃん。もう何ヶ月も。そうやな。そうでしょ？で、俺ちょっと気になるのが、その有名な名前の人の名前を欲しいっていうのは、それは、なんつうんだろうな、ちょっと自分もこの人に認められたっていうアピールをしたいっていう欲から来てるんじゃないの？要は、わ悪だ魔のな。キューピー、悪魔のキューピーかそら、う、俺はみ、わだ、聞いて、悪魔っていっぱいおんの。知ってるよ。ね。そこで、私、公認で、だからそもらっのて。ね、俺は公認をもらってるんだってみんなに自慢したいっていう欲から来てるんじゃないのって言ってるの、俺は。俺は悪魔のキューピーに認められたすごい男なんだって周りの人にアピールしたいからっていう部分でその名前を使ってる部分あるんじゃないって聞いたの。なるほど。それからそういう欲望から誤解を招いてるんじゃないの？って聞いてるのよ。ああ、なるほどね。そういうのは、俺は、なんか弱い人がやることだと思うよ。別に、あ、ねえ、自分の生き方、自分らしく生きればいいのに、なんでその悪魔のキューピーの名前を語りたいの？そんなに自分に自信がないの？あるよ。あるでしょ？じゃあなんで悪魔のキューピーにそんなにこだわりがあるの？こだわりはない。もう、こだわりはないけど。でしょ？超兄貴っていういいコテハンがあるんだから超兄貴でいいじゃない。みんないい名前だって言ってるよ。悪魔のキューピーっていう名前にしてから全部おかしくなってるんだったら名前変えちゃいなよ。元に戻しなよ。ほら、みんな超兄貴って名前いいよって言ってくれてるじゃん。聞こえる。ね？書いてあるでしょ？やっぱりさ、有名なさ、名前を名乗ってるとさ、みんな誤解しちゃうのよ。あ、有名な配信者さんですか？ってなっちゃうじゃん。なるでしょ？それはさ、悪魔のキューピーにも迷惑かけるんだよ。超兄貴って名前昔から使ってて、いいコテハンだと思うよ。誰も使ってないし。まあ、例えば悪魔の兄貴とかさ、両方、悪魔のキューピーからせっかく悪魔のってもらえたんだったら、ミキティが提案してくれたじゃん。悪魔の兄貴とか悪魔の超兄貴とかってみんな言ってくれてるじゃん。これだったら、悪魔のキューピーの囲いさんなのかなとかさ、悪魔のキューピーの好きな人なんだって伝わるじゃん。
かっこいいはかっこいいけど、わざのかっこいいもあれやで。わざ応援しとるよ。俺のこと応援してくれてる人は和同旅団って、アットマーク和同旅団ってみんな入れてるから。知らん、ごめんだ。知らんからごめんよ。もういいけど、いいけど、全然。で、なんで、まあ、名前のことは分かったんだけど、なんで俺のところで、コメント打つのやめようと思ったの？それが分かんの？みんなの動画変えた。みんなのとこ書いた。みんなのとこ何？自分が、見てる立場のところで、いや、そう。全然、ごめん、何言ってるか全然わかんない。どうした？え？だから、ワロだけじゃなくてね、他の配信者、見てる、オリアン、オリアンって。誰のことを言ってんの？わし、そこでやめるわーって。何言ってるか全然わかんないから、誰の話をしてんの？誰の話をしてんの？誰？誰？だから、聞誰？こえん？だから、見てる。誰が人気を得る場合。わしが、見てるね。見てる？じゃ、だから見てる人の名前を知らないと俺は答えらんないじゃん。誰のことだかわかんないって言ってんの。まあ、例えば、キュービーさんと悪か、魔のキューピーさんね。いろはさんとか、こてつか。こてつさんね。とか。がどうしたの？で、もう、まあ、わざと同じような意見やったから、キュービーは、言わんかったけど、わざと同じことを言ってるみたいやから、だからもう、やめるわー言オッケーオッケー、わかっう。た。わざにも迷惑かけたら困るやん。迷惑かかってないよ、全然。ただ、放送外で電話鳴らすのは無理よ。電話出れないよ、俺。俺、悪魔のキューピーが思ってるよりも電話かかってくるし、こんなの一日やりとりしてたら、働けないから。仕事がまあ、できなくなっちゃうのよ。ごめんね。あと、ご遊び、めんね。遊びじゃないからさ。それはごめん。オッケーオッケー。じゃあ、まあ、ありがとね、今まで。もうコメント打たないんでしょ？ありがとねって、もうだって、名前書いたらいいっしょ。名前変えた方がいいと思うよ。だ別に、わざのとこで米売ってもいいよあ、な。コメント打つの？全然いいよ。コメントは打つのね。オッケーオッケー。じゃあ、今まで通りでいいじゃん。名前変えて。オッケー。じゃあ今、これからもよろしく。こちらこそお願いします。じゃあね、名前変えるの待ってるよ。はーい。はい。ただいま。いや、毎日このやりとりしてるわけじゃないけど。いや、名前変えてなかったら、いや、まあ、それは別に。いや、配信者も大変よ、結構。
毎日こんな感じだから、もう女の子とかからなんか付き合ってくださいっていきなり言われて、なんか1日20件ぐらいなんか長文で、なんかなんで返信返してくれないんですか、私のことを無視して放送をよくできますね、私はこんなに愛してるのに、あなたをいつも見てるんですみたいなブワー来る時とかあるよ。まあ誰とは言わないけど、なんか私の愛に気づいてないあなたは盲目ですとかそう、いやだからって放送中は返信できないよって、要件があるならトツかけてきてって、でそしたら今リストカットしましたとか、もうそんな毎日だよ、うん、いやいやそれが一人じゃないよ、ぶっちゃけ10人以上いるんだよ、うんうん、いやそれが配信者だよ、でその中から害のない人をピックアップしてコラボしてるんだもんこの放送に乗っけられるか乗っけられないかをギリギリ選択しながら、俺はあギリギリアウトだなとかギリギリセーフだなっていう、そのギリギリをいつも攻めてるんだよ、そうギリギリですよ僕の毎日は、うん、その中でそのギリギリセーフだなと思ったのが海宝でしょ、綾香でしょ、のんちゃんでしょ、ロハコでしょ、綾香でしょこれがギリギリ、害のない気違いたちよ。なんでそういう人ばっかりなの、わかんない俺が聞きたい、うん、今の人でもかなりギリギリな人たち、ギリギリ OK な人たちが今の5人だよ、うん、でアウトの人は出してないから、うん、これはあかんっていうのは、うん、あかんあかんっていうのは、うん、超兄貴いいじゃんいいじゃん、超兄貴おかえり、うん、あやは地雷だね、うん、アウトの人だね、放送俺の放送に出てないってことはアウトの人だと思ってください。え、ちなみにこのあやっていうのは地雷です、はい、皆さんこのあやっていうのはすごい綺麗なんだけど地雷ですからね、これ、うん、そうこれも地雷です。この前リアトツしたんだけどね、ワドちゃんかっこよかったっつって惚れちゃいそうって言ってたから地雷ですこれ、綺麗、うん、なんだけど、すげえ美人なんだけどね、結構地雷です、うん、いやだってさ、まあ地雷だとしても俺のこと好きなんだもんみんな、嬉しいじゃん、うん、俺に対して悪い思いを持って接してないじゃん。ちなみにあの昨日あの出演させたけど、あの細田も地雷だから俺の中では、細田は昨日ギリギリトツ出たけど、ちなみに俺の中で細田はもう地雷だから、昨日電話してきたでしょ細田、あの電卒かけてきたおっさんいたでしょバーで、あれは地雷扱い、うん、アウティーな人だったけど、だけどブロック解除してて、ワドのことを応援するからって言って、地雷からセーフに変わったから、あいつも長文でずっとお前にリアトツするとか、ずっとなんか脅迫文を俺にずっと毎朝送り続けてきた、うん、荒野にやったことを許さないとか、俺が仕返しをするとかずっと送ってきた、細田地雷だよ、病んだ人は他の他人の顔を切り刻んだりする、知り合いがかわいそうだったいやまあまあ、いきなり切り刻んだりはしねえだろいくらなんだ、そう地雷が集まる放送だから、みんなあの足の踏み場ないから気をつけろよ、頭おかしくなるよ、うん、まあ浅井さんとかね結構ギリギリアウトなんだけど浅井さんはギリギリアウトなんだけど、あのいい人だから出してる、ギリギリっていうかもう絶対ダメだよね、いや名前かアンケして大丈夫か、アンケあのねふわっちでアンケートないから、うん、であの超兄貴の放送じゃないからここ、うん、あんまり勘違いしたらダメだよ、うん、ストーカーが一番怖い、ストーカーはいないかなさすがに、ストーカーはいないけど、浅井さん愉快だ、浅井さんいい人だよね、でも
も別になんか偏見とかないよ。偏見とか一切ない。うん。なんかこう、好意を持って接してくれてる人には好意を持って接したいと思ってる。ダメなところはダメって言うし、いいところはいいって言うけど。偏見は一切ないよ。だって無視したりとかが一番傷つくじゃん、人間は。うん、そういうのは自分のツイッターでやりな、超兄貴。うん、自分のツイッターであのアンケート機能あるんだから、うん。俺の枠でやることじゃないよ。大体さ、あの普通の人には分かんないかもしれないけどさ、ネット依存する人って社会に居場所のない人多いんだよ。正直言うと何かしらの問題があって、もともとインターネット、今では当たり前にみんなスマホ持ってインターネットできるから普通の人のツールになったけど、もともとは社会的弱者とか引きこもりたちがパソコンで逃げ場を作ったわけでしょ。インターネットっていう世界が仮想空間だって言って自分の身分を偽ってさ、恋愛とかしてたわけじゃん、出会いとかしてたわけじゃん。だからそのネットって弱者が多いんだよ、やっぱり。そう、もともとね、昔の2チャンネルとかそうでしょ。そうそうそう、あ、俺は収入月収1000万だとか嘘をつけるわけじゃん。でもだんだんそれ嘘がつきづらくなってきたのよ。昔は文章だけだったけど、ブログでさ、いくらでも私稼いでますって見せられたけど、そう、いつも言ってるけど、もうネットっていうのはあくまでリアルなんだよ。もう仮想現実、仮想空間じゃなくなったのね。昔は文字だけだったから、文字と写真だけでいくらでも偽れたの。でももうそれが通用しなくなってる。電話とかと一緒にツールだからさ、うん、そう、だから自分のリアルを生きようよって言ってるの。そう、もうそれを見せていきたいんだよね。そう、身分を偽ったりしないで、ありのままの自分をさらけ出してみんなに見てもらって、でそれでも応援してくれる人はいっぱいいるから、そんな中で一生懸命頑張っていこうよっていうのが俺の放送でしょ、テーマだから。生活保護者だって精神障害者だってやればできるんだよっていうのは常に見せてるつもりよ。みほちゃんいらっしゃい、久々です。変な夢見そう。でもその障害を持ってる人とか、あのそういう人を差別するのは良くないよ。この人たちもみんな一緒で日本なんだから、みんな一緒で世界なんだから、この人たちをなかったことにする、無視し続けた結果がインターネットに逃げ場を求めてきたわけでしょ。この人たちを追いやってきたんだもん、現実から目を背けてきたわけだから、俺はそれも間違ってると思うから。数年前は今より、いや、あのね、その俺がよくこの話をするときに、あの携帯電話にカメラの機能がついたことがあった時の話をするの。今の若い人は分かんないかもしれないけど、ガラケーにカメラがついた時って、あの 今さ、例えば料理とかをパシャって撮るの当たり前だし、この商品いいなと思ったらパシャって写真撮るの店でも当たり前じゃん。それが禁止って張り紙貼られてたの。笑うでしょ、料理撮ると店員さんに怒られるの、何やってるんですかって。でインターネットニュースとかになってたの、テレビとかで、モラルがないって。でも今そんなことは当たり前になったじゃん。要はね、普及台数が少ない時とか、まだ一般化されてない時って要は変人扱いされるの。でも法律的に言うと、飲食店で、料理を注文してお金を払ってる時点で契約が成立してるから、そこの食べ物っていうのは自分の所有物なのよ。だから取っても OK だ。もし契約前にカメラご遠慮いただいてますけどよろしいですかってちゃんと張り紙とか店員さんの、注意があった場合っていうのは契約前だから、あ、じゃあ店出ますっていうことができるけど、っていう風に一般的に考えても、なんか店員さんとか勘違いしてるケースっていうのが多いのよ。だからね、放送っていうのはこれからもうみんなスマホ持ってみんなあの放送やるように当たり前になるから、だんだんね、放送禁止とかバカな店なくなると思う。うん。
数年前の方がもっと白い目で見られてたね。うん、いや、眠くないよ、今日。全然。まったりやってる。ただね、今日ちょっと俺様子おかしいかもっていうのはあるかもしれない。今日放送やろうかやらないか久々迷った日だったんだよね。今日はちょっと迷った日なんだよ。ミカちゃんはだつ、いらっしゃい、ミカちゃん。フォローたくさんありがとうございます。フォローありがとう。いやー、なんか気持ち的な問題かな、なんだろう、わかんない。なんでなんだろう、なんでかわかんないんだよね。今日放送やらないでなんかして過ごそうかなって思ったりとか、謎なんだよね。なんで迷ったのかわかんないんだよね。ただ今日あんまりその放送に向かってない気がするね。まあ全然楽しいけど、確かにちょっと眠いのとか、なんか落ち込んでるのっていう風に言われるのはちょっとわかる。なんなんだろうね、疲れてんのかな、特に何かあったわけじゃないんだけど。っていうのもさ、俺びっくりしてるのがね、最近ね、ちょっとね、バーっていろんな人とコラボとかすごい集中的にやってて、あのタイムシフト見たらわかるんだけど、タイムシフトの画面見たらわかるんだけど、毎日誰かとコラボしてたりとかするの。だからね、なんかちょっと捨て頃以降ね、多分その、なんつうんだろう、ブワーって走りすぎてんのかもしれないね。配信を見る癖がついてしまうように放送を心がけてやってるから、俺としては嬉しいことだけどね。俺はみんながヘビーリスナーになってもらいたくて放送をやってるから。うん、おお、藤見ちゃんいらっしゃい。メンタルふずみちゃん、さっき話題出てたよ、これからもよろしくね。謝らないで、全然楽しかったよ俺、ありがとう。お酒飲めて面白かったです。疲れたのかな、何なんだろうね。あ、いいよいいよ、コメント読めてるからだけ大丈夫だよ。何なんだろう、見逃した枠は YouTube。 ありがとう。 YouTube のチャンネル登録、あのすごい頑張ってるんで、あの応援してくれる人ぜひね、まだチャンネル登録してない人は下の方にチャンネル登録って URL が貼ってあるんで、あの登録しておいてもらえると嬉しいです。チャンネル登録が1000人になったら、YouTube に動画を投稿する活動もこれからやっていきますので、あと300人ぐらいかな。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。ミミお疲れ様。みんな Google アカウントは持ってるでしょ。チャンネル登録よろしくです。無料でチャンネル登録できるし、見逃した回とか神回のまとめとかが動画になってるんで、ソラシン、なんて読むんだろうな、ソラシンナさんかな、読み方わかんないな、ごめんね。こんばんは。話術に長けた方でも自己分析となると、自己分析は僕は苦手ですね。話術と分析力っていうのはまた別だと思ってるんだけど、あの分析力はある方だと思ってるんですよ。だから自己分析はすごく苦手です僕は。その中でもね、いろいろ頑張ってるんですけど、客観的に自分のこと見るってやっぱ難しいっすよ。アイテムありがとうミンミンさん。それでは、1時間経ちましたので、皆さんアイテムタイムをやろうと思います。もしね、放送を応援してくれる方はご支援よろしくお願いします。2分間音楽を流しますので、アイテムを投げてくれる人はこの時間でアイテムを投げてください。よろしくお願いします。いきます。Twitter、Facebook、YouTube などアカウントを持ってますので、LINE とかもやってます。ぜひね、何か SNS をやってる人は、フォローなりフレンド申請なりをしてください。よろしくお願いします。花火ありがとう、あや花火ありがとう、いつもありがとうね、あや、ありがとうございます。風船1個でも全然構いませんので、アイテムよろしくお願いします。
お、ありがとう。ママさん、バーガー10個ありがとう。ママさん、ありがとう。ふゆさん、ハート3個ありがとう。ハート3個ありがとうございます。アイちゃんもありがとう。ありがとうございます。ニンニンバーガーありがとう。ニンニンバーガーありがとう。ありがとうございます。みんなありがとう。そうだね。花火のタイミング。なるべくトークに集中してもらいたいから。1時間に1回広告じゃないけど、アイテム投げやすい時間を作ってます。いちごさんバーガー20個ありがとう。木村ぎょたくさんハート5個ありがとうございます。ありがとう。アイテムくれた人皆さん。はい。皆さんアイテムありがとうございます。次の1時間、またトークを引き続きお楽しみください。じゃあトークしましょう。そうそう、特にさ、俺が、雑談系の人だから、結構、しかもその、話し込むタイプだから、そのアイテム、話割れちゃうじゃん。アイテム投げると。だから、どういうタイミングでアイテム投げていいかわからないよってずっと相談されてたの。だから閲覧数が多いのにアイテムが異常に少ない配信者だったのね。で、いろんな人の放送とか研究して、まあ1時間に1回、30分に1回だとちょっと多すぎるから、1時間に1回まあトークして、4時間枠やったら4回、もし1時間楽しめたら、まあね、風船1個でもアイテム投げてくださいっていう風にやったら、まとまって投げれるじゃん。そしたら面白いかなと思った。ああ、全然いいよ、全然いいよ。アイテム別に普通に投げてもいいんだけど、うん、もし面白かったらアイテムくださいっていう時間を作るようにしたの。うん、そうそうそう。そしたらさ、まあ1時間楽しめたんだったら、まあ100円ぐらい投げてやるかとか、10円ぐらい投げてやるかとか、いろんな人がいるから、投げやすくすることもさ、大事なんだよ。うん、そう、いつタイミング、ね、応援したいけど、いつ、どういう風に応援したら分かんない、ね、分かんなかったらさ、分からないじゃん、普通の人は。だから、舞台とかもあるのね。おひねりタイムみたいな。この音楽が流れて、客席に流れてきたら、おひねりを渡すタイミングだ、みたいなのあるの。そういう感じですね。いろいろ、試行錯誤しながらやってます、放送に関しては。一番ね、参考になったのは、便所太郎さんので、30分延長するときに、延長するんで、アイテムよろしくお願いします、っていう感じ。そう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 。便所太郎さんのが参考になってる。ただ俺の場合30分に1回やるとトークが途切れる可能性があるから、俺は1時間に1回でいいやと思って、そうそう、便所太郎さんが結構参考になってる、うん、そうそうそう、キャミソールの女さんよく見抜いたね。今たまたま被ったけどね、タイムラグで。そうなんですよ、便所太郎さんをかなり参考にしてます。で、まあ音楽かけてやるっていうのはアイラとかかな、うん、なんかこういろんなのをミックスしながら、いいアイデアはいただいてますね。便所太郎さんとアイラーを参考にしてるかな。うん。そうなんだよ。みんな知らないかもしれないけど、1回延長するのに50円かかってるの知ってた？みんな。だから、アイテムもらえてない仮想生主の人って、30分で枠途切れるでしょ。俺は、1ヶ月に1回2万円払って、もう延長チケット買いまくってんの。1ヶ月分買って。そう。だから、お金かかるんだよ。延長するのって。だから、花火一発投げると10回延長分のチケットが買えるから。交換できるの。だから、面白いなと思ったり、仮想でも応援したいなと思ったら、風船1個でも、アイテム少しでもいいから気持ち投げてあげた方がいい。10円ありがとう。ハチヒロリンさん、風船ありがとう。そうそうそう。みんな無料でできると思ってるでしょ。お金かかるんだよ、配信って。うん。まあさ、毎回さ、花火1000円高いけどさ。まあ、1時間外で遊んだら1000円かかるじゃん、東京だったら。まあ家の中でさ、暇つぶしができてさ、1日1回1000円かけてやるかっていうと、まあ別にいい遊びだと思うけど、いい暇つぶしになると思うけど、別に1000円とも言わずさ、100円でも10円でもできるわけだから、うん、それでうまく生計立てていけたらなと思ってます。ありがとうね、ヒロリン。
まあ、新しい仕事だからね、配信業って。生まれたばかりだから。むしろ今年から始まったって言ってもいいと思うよ。2017年から新しく始まった職業なんじゃない？そうそう、文鳥もう3年ぐらい飼ってて、メスのね、シャカちゃんっていう名前ですね。シャカです。もしよかったら、本当はね、奥の冷蔵庫の上にいつも置いてたんだけど、前からその画面に映るところに置いてあげたいなと思ってた。そう、昔はね、ピッピピッピ遊ぼうよ遊ぼうよって呼んでたんだけど、こっちに置くようになってから呼ばなくなったよね。シャカちゃんです。かわいいでしょ、風船プレゼントありがとう、ミカちゃん。まあ、何か自分が応援してる人に対してお金を払うっていうのはいいことなんだよ、本来は。例えばイスラム教の教えだと、稼いだ額の10%を必ず自分より貧乏な人に渡さないといけないっていう法律があるの。法律っていうかもう習慣になってるのね。年収1000万の人は、年収100万円分ホームレスとかに渡すのよ。チップとかで。だから、ドバイ、なんつうの、向こうの方は貧乏人がいないって言われた。慣れてるな。そうそうそう。おはよう、ひまわりさん。シャカシャカ。だからね、やっぱ稼いでる人も稼いでない人も、自分より貧しい人とか応援してる人に、そのチップを渡すっていうのはいい文化だよ。いい文化。そうだね。もう、レディ、いたいたいたい、何？何よ？何？一体荒ぶってるわけよ。なんで怒ってんの？今日、めちゃめちゃ荒ぶってるわ。もう気分嫌だからさ、鳥は。その喜怒哀楽が、実は鳥ってめちゃめちゃ頭いいのよ。4歳か5歳ぐらいの知能を持ってるから、なんつうんだろう、頭の回転は結構子供ぐらいはあるの。ただ感情年齢って言うんだけど、喜怒哀楽の感情ってあるでしょ。あれが2歳ぐらいなの。だからもう悲しんだり怒ったりの喜怒哀楽がすごい激しい。いやー、どうだろうね。小兄貴、バーガー5個ありがとう。だから、さっきまで懐いてるなと思ったら、今みたいに攻撃してきたりとか、すごいのよ。まあ、税金申告をするのは、ね、納税の義務は当たり前のことだから、全然普通だと思うよ。センチメンタルっていうかね、もう難しいよ。気難しい。甘えてきたり、もう今気分良くなってるよ。シャカ、シャカおいで。ほら、ほら、今攻撃してたのにもう懐いてるでしょ。毛繕いしてあげるよって。今俺の手を羽を繕ってくれてる。喜怒哀楽がすごいのよ。気分嫌なの、鳥は。まあ、だから恐竜の末裔でしょ。そうだ、気性が荒いのよ、すごく。ありがとう、ありがとう。綺麗にしてくれんの、ありがとう。かさぶたっていうか、ささくれ取ってくれてる。綺麗好きなのよ、文鳥って。お風呂もすごい入るの。ありがとう。風船100個ありがとう、ミカちゃん。ありがとう。よいしょか。ツンデレツンデレ。のんちゃんみたい。肩に乗りたくないの、今日は。肩に乗って。さあ。で、パソコンが大好きなの。要はね、この手を鳥だと思ってるの。これが喋ってくちばしだと思うのよ。ここに人格があると思ってるの、釈迦は。同じぐらいのサイズだから。で、俺がスマホこうやっていじってると、夜中。要は、これが友達だと思ってるの、釈迦は。
これと求愛行動をしてると思うから、これに嫉妬して、ここの指に乗ってツン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 攻撃するの。いや、私の彼氏やめてよって。私の方構ってよって。携帯電話ガンガンつつくの。かわいいよ。だからパソコンいじってると、今度キーボードに浮気をしてるって。シャカオカったエピソードはね、なんかペット飼いたいなと思ってたけど、まあまあまあ、その、犬とか猫だと餌代とかも大変だし、いろいろ考えたの。で、そうすると、その、まあ部屋の中でも飼えて、しかもその、手もあんまりかからなくて餌代も安いとかいろいろ考えたら、文鳥は最強だっていうスレッドかなんかを見て、で、文鳥ってなんだろうって言ったら、もう懐くし、可愛いし、長生きするし、喜怒哀楽あるし、餌代も月500円ぐらいなんだよ。で、水を毎日変えてあげることと餌を毎日変えてあげることだけなの。で、お風呂にも入るし。そう。だから、ただね、長生きでね、シャカちゃんはね、いくらだったかな ?3500 円ぐらいでヒナの時に、うちに来たんだけど、7年ぐらい生きるんですよ。シャカメス。オスはね、さえずりをする。ピュー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 みたいな。あと、ダンスを踊るの。オスはね、もっと独特な、全然違うの。さえずりっていうか、その、求愛行動の、その歌を歌うの、ダンスを踊るの。うん。要は、私の方を構ってよっていうことだよね。要は、遊んでると思ってるんだよ。その、生き物だと思ってるんだよね。嫉妬するんだよ。そう、長生きする。インコにして言葉を覚えさせようとは思わなかった。俺ね、かっこいい、かっこいいフォルムがいいの。鳥は。インコってさ、可愛いんだけど、ブサイクじゃん。なんか、こんなくちばしでさ、可愛いんだけど、なんかちょっとブサイクだから、なんか、その、かっこいい鳥がいいなと思ったの。で、フクロウとかいいなと思ったけど、フクロウってすごい高いのね。餌代とかもすごいかかるし。で、シャカ、見てもらったらわかるけど、すごいかっこいいのよ。わかる。もうシュッとしてるし、イケメンなのわかる。美人っていうか、その、鳥としてすごいなんか機能美があって、なんかかっこいいなと思って。この手のひらの中にもさ、くちばしとか顔とかも。だから、鷹みたいな顔してるじゃん。美しいっていうかね。痛い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 。うん。オスのダンスすごいよ。そう。あのブサイクさ加減が可愛いんだけどね。あと、その手のひらに乗ってさ、こうやってコミュニケーション取れるのが良かったから。撫でてあげるとこうやって喜ぶ。おとなしくなったでしょ。まあ、文章でよかったかな。すごくかわいいよ。かわいいでしょ。で、綺麗好きでずーっと羽をね、綺麗にしてる。ねえ、さ。綺麗だよね。で、その白い文鳥っていう、この真っ白の文鳥は日本固有の個体なのね。日本で、ん？何の音今？日本で生まれた突然変異だから、日本にね、文鳥が来たのは江戸時代なんだよね。もともと東南アジアかなんかで、南蛮貿易でこっちに来たんだよね。そう、真っ白の。冷蔵庫開けっぱなしかな。いや、違うな。エアコンっぽかったけどな。何の音だろう。ちょっと冷蔵庫見てくるわ。鳴き声も、いや、ご飯炊いてないね。最近自炊全然やってない。自炊やらないとダメなんだけどね、本当はね。
すごい太ったよ。捨て頃からもうお腹ブックブクになってる。体重ね、65キロから70キロに落とさないといけないんだよね。それこそ腹筋割るレベルですよ。来年の捨て頃の最低条件がそれだから。対戦相手、体重別で選ぶらしい。だから対戦相手が多くなるように、体絞っといてって言われた。おー、ともぽん、久しぶり。元気だった？おー、いらっしゃい。もしよかったらフォローして。うん、懐かしいね。最近来たの、ふわっち。盛り上がってるよ、こっちは。痩せてはないよ、太ったよ。体重はかなり増量した。捨て頃始める前よりも太ってるは太ってるっていうか、脂肪は減ってるんだけど筋肉の量がすごい増えてるの。だから骨格が変わったんだと思う。健康になってるんだと思う。あ、来てくれてありがとうね。嬉しかったよ。うん、最近ね、捨て頃で多分目立ったからだと思うけど、ニコ生時代の人がね、捨て頃を見たのか、ふわっち覗きに来るようになってて、あ、お前ここにいたのか、つって。捨て頃ね、階級別じゃないと、やっぱり、まあなんか、対戦カードが増えたから、ぶっちゃけ出場選手が少なかったから、無理やりマッチメイクしてたわけじゃん。だけど、もう問い合わせがすごいんだって。俺も出せろ、俺も出せろって。だからそうすると、体重合わせた方がいいなっていう判断をしてるらしくて。あ、ロムってたんだ。そうなんだ。うん。オッケーオッケー、ありがとう。だってニートだよ、俺。うん、でも、筋肉はすごいついたよな、本当に。フライ級は無理があるだろう。身長170ってどれくらいなんだろう。ボクシング。ちょっと待って。僕、階級見てみようか。階級。フライ級？フライ級までは無理でしょ。ちょっと今、階級見てみるよ。63キロでスーパーライト級なんだ。で、66キロでウェルター。スーパーウェルターかウェルターぐらいまで落とせってことだね。うん、今がね、スーパーミドル級だから。まあ、デブだよな。170キロでミドル級ってありえないもん。うん、フェザー級が57キロか。多分ね、フェザー級の体なんだよ、俺。スーパーフェザーとかフェザーに出るぐらいの身長なんだよ。維持っていうか、まあ、体は鍛えようとは思ってるけど。足が治らなかったから、今はもう足完治したから、全く痛くないの。鈍い痛みも取れたから。もう、そろそろ運動始めていい頃だね。無傷だったのどれさんぐらいだかんな。黒い T シャツね、なんか最近おしゃれだねってよく言われるんだけど、これあれだよ、無印の、しかもコンビニで売ってる T シャツよ。これ20着ぐらい持ってて、ずっと同じの着てる。フェザー級にするにはガリッガリになるぞ。もう本当にボクサーの体になるよ。だってフライ級ってね、50キロ、フライ級は無理、フライ級じゃなくてフェザー級って57キロか。そう、人生で初めガリッガリになると思う。本当に顎が、頬がもう体脂肪率もこんなんになって、きついよ。フェザー級は無理だよ。まあ、ミドル級、俺の身長でミドル級はありえないよな。普通ドレさんとかがミドル級まで落とすんだと思うよ。デンプシーロール練習したよ。本当はね、大会でね使おうと思ってたんだけど失敗したんだよ。
敗したっていうかね、何にもできなかったんだよ。会場に誰もいないときにアップではやってたよ。想像つかない、うん、50キロ台になったことはない。62キロとかあるけど、62キロとか練習してたんだよ、MC ロール。やってるでしょ。やってるでしょ、デンプシーロール。見た。マックのうち、マックのうちっつって。ってやってた。インファイト怖いよな、やっぱ。はい、はい、ありがとう、ベンベン。ジャブだけで10枚掴めるようになる。あ、それは面白いかもね。本当に掴めるのかな、ボクサーって。肺が圧迫されるから、そういう息が無意識に入っちゃう。まあ、パンチの時は息吐けって言われた、教えられたけどな。何でもいいから息は吐きなさいって。リラックス、そのリラックスするのがすごい大事で、スピードなんだって。やっぱりスピード、重いパンチはいらないっていう。スピードが乗ってるパンチが必要だって言われたよ。要は当たるパンチだよね、前提として。でもアッパーは覚えたいなと思った。やっぱ至近距離になるとアッパーがすごい重要だから、フックとアッパー打てるようになりたいね。お、つみきちゃん来た。つみきちゃん、バーガー10個ありがとう。ならない、タバコ好きだよ、大好きなの。俺愛煙家だから。ただね、運動はやっぱいいっすね。だから運動大嫌いだったのよ。汗かくことも苦しいことも。水がうまいのよ、汗をダラダラかいた後。水が本当にうまいのね。スポーツはいいぜ、汗かくのは気持ちいいぜ。パッキャオのノーモーションパンチ無理だよ。世界チャンピオンとかのさ、
技が使えるわけないじゃん。本当にすごいことやってんだよ、世界チャンピオンって。なんかね、そんなね、真似事するよりも基礎練だよ、やっぱり。走るとか。本当にただ走るだけで強くなるっていうのは本当だよ。で、もう本当に一流の人間、体ができて、その中で技なんだよ。なんかね、誰かの技を真似でも本番で使えないよ。だって、あんだけさ、ジャブとストレートだけ練習してきたのに、猫パンチだぜ、本番。それが現実なんだよ。だから、変なね、デンプシーロールとかガゼルパンチとか必殺パンチ打とうとしてもダメなんだよ。本当に基礎体力を上げて、基礎通りに動けるやつが強いんだって。その上でだよ、必殺パンチは。練習でやったことの半分も出ねえんだから。見たでしょ、あの泥試合。汗かくの嫌いだね、俺は。すごい苦手。冬場でも T シャツだもん、俺。それこそ綺麗なジャブ打てるだけで必殺技になるよ、本当に。その、なんつうんだろう、まっすぐ拳がこう来るっていうの。このボンって拳がでかくなるやつ。そう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 、もう本当に地道な努力だと思うよ。もう体がもう反射的に刷り込まれてるぐらい、もう反射で全部動けるぐらい。来年の6月以降じゃないの。のまいぬあるさん、風船ありがとう。本当にあれでしょ、来月じゃない、来年の同じくらいの時期でしょ。ベンゾ太郎さんもすげえ大変だって言ってたもん。もう選手はやらないって。もうプロモーターと選手いかに大変か。村田みたいな、村田さんってあれでしょ、オリンピックのチャンピオンだよね。あれはちょっと悔しかったよね、世界戦はね。イケメンだし、ちょっと手数が少なかったんだよね。がダウン取ったけど負けちゃったっていう。まあプロの世界厳しいよな。あれは確かにね、本人も分かってたと思うよ、手数少ないの。カウンターパンチなんでしょう、多分。ノーダメージだったしね。俺がね、好きな選手は畠山のファイトスタイル、すごい好きなの。畠山がすごい好き。あと、長谷川穂積さんとかね。まあ全然タイプ違うけど。あとまあ、マイク・タイソンとか。全然全員ファイトスタイル違うっていうね。日本人なら畠山が好きかな。コーナーまで追い込むあのスピードあふれるパンチがいいよね。スピードとコンビネーション、気持ちの強さでパン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 って追い込んでいくっていう。一般からはないでしょ。だって配信者格闘技祭なんだもん。だって一般人が出てさ、リスナーさんクレーム、例えばヒロリンが全く知らない無名のあのリスナーさんを見てさ、燃える？冷めるでしょ。例えばユイがバーサスうなちゃんマンってなって超盛り上がってたのに、うなちゃんマンが虫歯のため危険です、リスナーさんの誰々さんです、配信はやったことありません、え？ってなるでしょ。なんかね、そこを誤解してる人がすげえ多いんだよな。有名な人同士がやるから面白いのに。あ、元ボクサーなんだ。有名な人同士が、やるから面白いのに、なんか、俺の方が強いって言ってる人いるんだけど、そんなの強い人なんか5万といるよっていう。それ分かってるよって。強いかどうかじゃなくて、集客力があるかどうかなんだよっていう。そこを分かってないんだよね。そう、あくまでその格闘技がメインじゃなくて、
有名なやつを殴らせたらどうなるのかっていうのが見たい見どころなわけじゃん。それこそあれでしょ、その和道がボコられるところ見たいっていうのはみんなの期待があるわけじゃん、うん、経験がある人で和道さん、いや俺一般人とやるメリットなくない？だし選手側もないのよ、その一般の強い人とやる意味がないっていうか、お俺からしたら売名もできないし誰も見たくない試合に出るっていうことは俺にとってもその怪我するだけじゃん。やらないよ。マッチメイクで変なやつだったらやらないよ当たり前だけど、自分の名を売るためとかさ、そのなんつうんだろう、あくまでその配信のイベントだから出てるわけで、なんで俺一般の人と殴り合わないといけないのって、やらないっすよってだから それだったらギャラ100万とか請求するよね、怪我するんだからテルとやったから、そうだよ、普通に考えてそうでしょ、何のとこもないでしょ、見る人も知らけるやる方も意味がないで、得するのは一般人の俺強えの人だ、うん、その人がワドをぼこしたよイエーイって言うだけじゃん飲み屋で、うん、俺の代わりが務まるの昭和兄貴、俺の代わりが務まるのって話なのよ、だからお前の代わりに出てやるよじゃなくて、300人の客を喜ばせることができんの、3万人の客のが喜ぶのっていう話よ、そこをねなんか誤解してる人が多い、ね、何をやるのかとかじゃないんだ、誰がやるのかが重要な、いつも言ってるけど誰がやるのかが全てなんだよこの世界は。そういうのはだからスパーリングパートナーとかだったらわかるけどさ、俺本質を見抜くくん、風船30個ありがとう。うん、そんだよ、そんなことはできないよ、できないでしょ、会場でうわーってなる昭和に来ててワドーってなる、なったでしょ、てるーワドーってなったでしょ、ベンジョーポンスケヒカルセブンってなったでしょ、誰あれザワってなるんだよ、うん、だからその自己満を満たすために俺出させろっていうのはプロじゃないよ発想として、風船30個ありがとう、初コメありがとうございますみーさんあーありがとう、これからもよろしく、もしよかったらフォローしてくださいみーさん、捨て頃は僕は悔いが残りましたね正直あのすごくフォローしてもらえてすごく良かったよって言われてるんですけど、もう人生で一番悔しいかもしれないぐらい、あの僕としては黒歴史を作ってしまったんですよ。あの本当に何だろうね、客観的に見てまあ頑張ったなっていうのは分かるんだけど、あの何だろう、気持ちで負けたんだよ俺、本当に本当にね、なんて言えばいいのかな、あ、ま、何もやらなかったっていうのがあって心残りができたよ。あ、できれば誰に、俺の対戦相手ってわけじゃないよね、うん、やっぱりゆいがさん見たいっていうのもあるし、香川さんとかも見たいよね、香川さんも見たいし、あと誰見たいだろう、うん、それこそアウトロー界隈の人とか出ればいいのになと思ったけど、うん、ねえ、どうなんだろうね、
悔いあるよ。悔いある。あ、チャンマンとかね。まあ、俺はチャンマンの殴り合いは別に見たくないけど、なんか解説とかで出てもらったらいいよね。イベントには参加はしてもらいたい。なんかね、KO されるぐらいの覚悟がなかったよね。自分を守ってるだけだった。本当にかっこ悪い試合だった。倒れないように倒れないようにしてるだけで精一杯だったから、倒そうとしてなかったよね、俺は。お、スーヘイいらっしゃい。なんか巨乳の女の子のところでコメント打ってたね。ああいう子が好きなの？チャンマンは殴り合い向かないよ。うん。いや、どうだろうな。ユイガさんの殴り合い、剣が強いと思ってんの、俺、ユイガさん結構。野球見てるんだけど、運動神経いいんだよ。でもバレてるバレてる。ゆいかさん運動神経いいのね。だから、まあ強いと思ってるんだよ。年齢は年齢だけど、絶対喧嘩強いんだよ。うん、いや、チャンピンがわーっと来てビビったんじゃないの。そこはね、誤解。一発目の蹴りの重さで俺はビビったの。びっくりしたのよ。一発目開始早々蹴りが入ってるんだけど、もちろんガードはしてるよ。こんなに重いのと思ったの。正直ね、予想のはるか上だった。うん。で、そのダメージ、あ、これやばいと思ったのよ。この蹴りもらい続けたらやばいと思って、でガンガン蹴ってくるわけよ。序盤に。で、その後に、ぶっちゃけ膝の頭ぶつけてんのよ、俺。で、相手の足壊れたっていう感覚は分かったの。で、手数も減ったの。で、よし、こっちのもんだと思ったのよ。1ラウンドの中盤あたり。1ラウンドは正直様子見てたの。こう、最初ビビって、で、膝頭ぶつけるようにして、ガードで。相手の足壊れたの確認して、で、よし、行こうと思ったら、思いっきり俺も足も壊れてたの。思いっきり壊れてたの。相手の足も壊れたけど、俺の足も壊れて。で、今度ジャブが怖いの。パンツが。だからもうずーっと何していいか分かんなかった。ゆうかさん絶対運動神経いいよね。だからね、わーって来るとかじゃなくて、もう距離感が全然つかめなくなっちゃったの。うん。来年リベンジしたいね。本当に。スタミナ、いや、あると思うよ。野球見てる限りだと、運動神経いいし、スタミナあると思うよ。あとは、どれくらい自分を追い込むかの作業だからね。本当に。どこまで自分を追い込んでいくか。試合終わり、もう本当に痛かったっすね。本当に痛くて、本当に嫌だった。やっと取れた。どれくらいかかった？だから2週間ぐらいで完治かな。全治2週間。それまではもうずっと、最初の1週間もう歩けないぐらいだったね。2日間寝たかんね。俺はね、正直ね、正直ね、もっとできたんだよ。体力的なことを言ったら。気持ち負けしてたから、うん、だからあいつが強かったんだよ、本当に。要は根性があったの、チャンピンの方が。根性負けしたんだよね。体力はまだ少し残ってたの、俺は。もう1ラウンドはいけないけど、1分半ぐらいのは多分できたと思うの。だけどダメよ、もう心折れてるんだもん。1分半やったとしても、結局あのままだったらダメだった。要はね、2ラウンド中盤に見せた攻めみたいなのをね、ずっとやってないといけないぐらいだよ。2ラウンド中盤にね、ちょっと前に出るんだけど。まあ、良くなかったね。1ラウンド目で、まだスタミナ残ってたからね。
あれ痛かったっすよ。で、あの後気づいたんですけど、足の裏真っ黒になってたの。写真撮らなかったけど、自分で見れなかったけど、足の裏真っ黒だよって。ここでしょ、痛いのって言われて。俺も細いから弱いと思ってたの。蹴りなんて大したことないと思ってたの。だから、スナップが効いてるんだろうね。多分、インパクトのあるいい蹴りなんだろうね。ドレさんも褒めてた。そう、サッカーボール蹴るように放るんだよってよく言ってたんだけど、テルはそれができてるって言った。わかんないよ。試合で出せなかったら意味ないからね。どんなに練習頑張っても。まあでも練習してなかったら1ラウンドでも速攻ボコボコにされてたろうね。練習はやってよかったとは思うけど、まあ練習しなかったらボッコボコですよ。最後はっていうかね、結局ハート。ハートが大前提。で、ハートがある中で、ハートが強い、もう絶対負けないとか、もう怖くないっていうやつが、どう鍛えるか、どう技術を得るのかだよ。ハートが弱かったらもう何の意味もない。本当に。ハートが全てと言ってもいいよ。だから、心、技、体なんだって。心、技、体の順番なんだって。心、技、体力。気持ちだって。まあ、だから、テルは、その技術はゼロだけど、体力あったし、心が強かった。もう、対峙するとわかるよ。ほんとね、リングの上は嘘つかないから、本当に面白い。その人の生き様が出んの。ヒカル君のまっすぐさ、素直さとか、ベンジョさんの我慢強さとか、太さとか、ドレさんの高度なテクニックとかさ、生き様が出るんだよ、本当に。それはね、多分リングの上でスパーリングとかやんないとわかんない。だからヤンキーって喧嘩するんだと思うよ。全部わかるから。言葉じゃなくて。全然変わった。リングですごい悔いを残したから。バガー5個ありがとう。ユイガ対青山いい感じですか？ネームバリュー的に青山に負担がかかるでしょ。で、ユイガさんがやるメリットない。それは。さっきも言ったけど、強いかどうかじゃないんだよ。要は、リスナーが面白いって思うかどうかの。で、ユイガさんクラスで青山がやっても、青山が得するだけだから、ユイガさんがやる意味ないし、ユイガさんリスナーが望まないよね。それ青山リスナーは、いやー、すげえの来たなーってなるけど、今の青山じゃダメよ。それは今の俺でもダメだし。青山と俺はちょうど良かったの。その、キャリア、閲覧数、リスナーが被ってない。実力的にすごく良かった。そう、もっとやれたのにっていうのは、要は全力を出さなかった証拠なんだよ。それが嫌なの。その通り。世の言う通りで、俺は自分を守っただけなんだよね。要はもう、ドレさんに言われてた、その関係なく、要は荒野みたいに戦えばよかったんだよ。荒野は俺と戦った時さ、がむしゃらに向かってきたじゃん。もう、テクニックと関係なくて気持ちだけでやってきたじゃん。それがなかった。俺には。まあ結果俺は青山で最高だったと思うよ。結果ね。蓋開けた青山で良かったと思ってる。いや、結果だよ、やっぱり男は。わかんないよ。本人と周りがどう思ってるかわかんないけど、俺は結果だよ、やっぱり。だってここにメダルをつけたかったもん。青山は持ってるけどさ、捨て頃のメダルを首にかけてみたかったもん。だセブンさんとヒカル君と、ベンジョさんと、テルか。あと、ズキティ。まあ、もらってるでしょ。勲章は欲しいでしょう。
だからチャンピオンベルトに憧れるボクサーの気持ちわかるよな。世界一の称号だもんね。すごいよな。世界ナンバーワンだもんね。チャンピオンベルトって。あ、ありがとう。まあ次機会出たらまた出ます。いやー怖いぜ。だ今回勝ったやつらプレッシャーあるでしょ。いやだってすげえ強いやつ来るんだよ。ヒカルくんもドレさんもシャンピンも。要は、おいやらせろよってもう息巻いてるさ。だってそれで負けたらもうボロクソ言われるんだぜ。怖いと思うよ、ヒカルくんセブンさん。ねえ、負けた方はさ、もうチャレンジャーでいけるけど、この人たちは今度守る番だからね。あ、ユイがバーサス金杯はいいかもしんないね。実現したらすごい、すごいいいカードになりそう。最高のカードになるだろうな。まあ、テルとやりたがる人は多いだろうな。ヒカルくん、あとヒカルくんはすごい狙われる立場だろうな。まあ、ヒカルくん強いから大丈夫だと思うけど、ヒカルくんのあの勝ち方はすげえかっこよかったもんな。ユイガ VS 金馬いいカードなのよ。金馬さん強いかんな、普通に。誤解してる人多いけど、金馬さん普通に強いよ。びっくりしたもん。会場の沸き方がドッカーンだったかんね。嘘だろっていうぐらい沸いてたもん。俺、楽屋で体温めてたから、気づかなかったっていうか、わかんなかったんだけど、ドカーンって。ヒカルくんプレッシャーすごいよ。まあ本番強えかな、ヒカルくんは。本番の強さはすごいよね。個人練ずっとやってたね。個人練っつうか、まあ金杯さんとかと俺とかとよくやってたよ。スパーリング何回もしたし。ヒカルくんの強さは身をもって分かってるからね、俺。ミノワマン超かっこよかったよ。 楽屋にミノワマンいると思って、でミノワマンに生放送が何なのかを一生懸命説明してるヒカルくんとか俺見たかんね。笑えるっしょ。 これっていうのはテレビなんですか？いや、ですね、ミノワマンさん、みんなスマ YouTube みたいな、 YouTube ですかつって、いや YouTube じゃなくて生放送なんですよ。おー、YouTube ではないんですか？みたいな。あ、3万人ぐらい見てるんですね。そうっす、そうっすね。ランハゲさんは強いでしょ。猫助いらっしゃい。ミノワマンがセコンドってどういうことだよっていうね。楽屋すごいことになってたからね。ランハゲさんは喧嘩めちゃめちゃ強いらしいよ。身長もでかいらしいし。似てる。ヒカルくん特徴あるからね、すごく。ヒカルには無駄なふかしタバコをやめればいいのにって。なんか俺でもね、タバコを吸うなとかっていうのってめちゃめちゃ野暮だと思ってて、タバコ吸うな、酒飲むなっていうのは、そう。
プロの格闘家じゃねえんだけどな、みたいな。極端な話、練習すらしなくていいんだよ。まあ練習してた俺が言うのも何かもしれないけど、別にさ、なんつうの、別になんでそんな真面目にストイックにやらせたいのかよくわかんないんだよね。うん、俺はまあ普段酒飲まないからあれだけど、最近よく飲むけど、酒飲まないし、あとまあね、タバコはガンガン吸うけど、なんでそんなみんなそれを要求するんだろうなと思って。沖縄楽しみだよ、俺も。そう、なんかね、格闘技通みたいな人がすげえなんかそれを言うけど、俺はその感覚全然わかんない。まあ、言いたくなる気持ちはわかるよ。応援の仕方なのわかんの。みーさんが、ヒカル君もっと頑張ろうよ、スイックにやろうよっていうのはわかるけど、なんだろうね。わかる気持ちとわかんない気持ちがすげえ交錯するっていうか、うん、むしろなんかビール飲みながらリング上がるとかの方が面白いんじゃないかなと思って、うん、なんか配信者に何を求めてるのかっていうのがね、すごくいろんな思いがあったよ。ミノワマンめちゃめちゃ強いからね、ほんとスーパースター選手だから、うん、いや体型もだからほんと身長も普通なんだよ。まあ横幅はすごいけど、筋肉とかは。あの身長でね、よくヘビー級の人と戦うよな、みたいな。あ、不可視だから。それってなんか歪んだ見方だと思うんだけどな。俺、ヒカルくんがめちゃめちゃ汗流してるところ見てるから、で、配信でもそれ乗っけてんのよ。多分ね、それって本当別にミーさんを否定するわけじゃなくて、配信を見るときってすごく大事で、例えば細田はさ、いや、あの俺のこと今日応援してくれるわって言ったからすごい嬉しかったんだけど、偏見で見るのよ、必ず。こいつはこういうやつに違いないっていう、それを取っ払った方がいいと思うよ。その上でなんかを評論するんだったらいいけど、俺はこいつ嫌いだわっていう先入観から見ると、その人の嫌なところばっかり見ちゃうから、ヒカルくん別にいいやつだと思うよ本当に。俺ヒカルくん友達だからあれだけど、普通に気持ちいい男だよ。まあ酒癖は悪いよ、正直。酒飲むとなんか勘繰りが結構あるから、それは悪い癖だと思ってんだけど、別にもう本当にいい男だよ。気遣いもできるし、優しいし。酒飲みすぎるとほんとなんか勘繰り出すんだよ、うん。まあね、運動スイックにやるような人種は配信者向いてないよ。うん、あ、まあね、そうそうそう、猫助がいいところだよ。配信者の意外な一面っていうか本質を見たいんだよね。多分。本質。そう、意外な一面じゃなくて、こいつ本当はどういう人間なんだろうってすごく出たよね。うん、それはいいセリフだわ。こいつどんなやつなんだろうみたいな。吸い方見てたらわかるやん。うん。ミノアマンも自分が凡人だったからマンってつけて長寿。ああ、なるほど。捨て頃に出たのも縁だなと思ってる。まあ、なんか、ヒカルくんの人脈がおかしいよね。相変わらず。ビッグダディと友達じゃんすよ、ワズさん。ビッグダディ会いましょうっつってたよ、沖縄で。なんでお前ビッグダディと友達なんだよ、とか思って。ビッグダディ会えますよ、ワドさんとか。ミノワマン来るんで、とか言って。なんでこいつ芸能人と友達なんだ、みたいな。どんだけコミュ力高いんだよ、と思う。いや、わかるよ、わかるよ、兄さん。うん、なんで普通に友達になるんだよ。あと、ダバンプの人知り合いなんで、とか。どういう知り合いを、お前変だぞ、人脈っていうね。もうバカっぽくていいよね。うん、笑うよね。ちょっと水取ってくるね。
沖縄、いや、いつも言ってんだけど、もう耳にタコができてると思うんだけど、よくね、これからどうするのとか、プランはとか計画はっていう質問が多いんですよ。で、俺そういうのって嫌いで、俺は時間っていうもの、未来も過去もないと思ってんの。で、好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやりたいだけなのよ。で、今日が最後の日なの、俺にとっては。毎日が。だから、ただその時やりたいことを好きな人とやるだけ。ただそれだけだよ。ただそれだけ。ざっくりっていうか、なんかね、なんで俺今が最高の人生かって思えるかっていうと、実はもう5年どころじゃなくて、25歳ぐらいの時に考えた理論がようやく7年越しぐらいに叶ったぐらいに思ってて、すごい気をつけて生きてきたの。最高の人生にするために。で、今最高の人生になったわけなんだけど、それって未来のこと考えると不安になるんだよ。で、過去のこと考えるとトラウマになったりする。トラウマっていうか、なんか嫌なことになる。だからもう今を集中して生きるようにしたんだよ。で、とにかく何をやるかとか、どこでやるかとか、いつやるのかとか、どうでもよくて、もう誰と一緒にいたいか、ワクワクするかだけ考えてて、場所とか時間とかに制約される生き方とか、お金とかに制約される生き方って嫌だなって思ったの。だから本当に、その今この瞬間、誰と一緒にいたいのかだけを考えて生きてる。で、その上で何をやるのかだと思ってます。それではアイテムタイムにします。誰か支援してくれる方は少しでもいいのでアイテムをください。2分間音楽かけます。よろしくお願いします。アイテムタイムスタートでーす。ああ。好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやりたい。今しか生きてない、俺は。そうそう、未来変わるんですよね、まさかずさん。ほんと、僕も同感です。だからその未来に怯えて生きていきたくないんだよね。ルーツ、ハートありがとう。ハートありがとう、ルーツ。ありがとう。ありがとうございます。今、その、一緒にいる人が大事だと思ってる。マッシュポテトバーガーありがとう。バーガーありがとう。ありがとうございます。ありがとう。サンキュー。おー最高。花火ありがとう、ルーツ。花火ありがとう、ルーツ。ありがとう。風船22個ありがとうございます。俺本質を見抜くくん。風船22個ありがとう。みんなありがとう。ありがとうございます。ご覧の番組は花火師さんの提供でお送りいたします。それでは次枠というかね、次の1時間、放送をお楽しみください。木村清拓さん、ハート5個ありがとう。沖縄の清さんのお店配信は面白かった。さすがヒカルくんと思ってた。けど、テルチャンピンにかなりキレてた清さんが見てつらかった。清さんって誰なんだろう？ビッグダディのことかな？インコじゃなくてね、773ね、文鳥って知ってるかな？スズメの一種なんだけど、スズメみたいな大きさの。インコじゃないの。インコってね、もっとくちばしが小さくて、こう、下を向いてるの、くちばしが。あれは文鳥って言ってね、スズメの仲間かな。
実は子供の頃からそうなんじゃないかと思ってた。あのね、俺世の中で一番の毒はストレスだと思ってて。で、特にメンヘラでしょ？今はさ、結構、いい生き方できてると思えるようになったけど、すごく自分で嫌なことがいっぱいあったのよ。だけど、心が変われば世界が変わるって本当に学んで、自分の気持ち次第なんだよ。天国になるか地獄になるかは。で、やっぱりさ、人間って自由になるために、楽しむために生まれてきたから、好きなことをやるために生まれてきたんだよ、本当に。で、やっぱ自分の人生そうしたいって思ったから。じゃあ、それについて、だから夢って何だろうとか、俺のやるべきことは何だろうって毎日毎日考えて。で、考えるだけじゃなくて。だから、みんなが気にするのはやり方なんだよ。どうやってやるの？どうやったらやれるの？お前にやれるの？って聞くの。やり方。でもね、俺ね、やり方は本質じゃないと思ってて、ツイッターにも書いてるんだけど、やり方じゃなくて、あり方。どう存在するのか。今日どうやって存在するのかだけを考えてるの。今日、俺でいられるのか。理想の俺でいられるか。やり方は考えない、俺は。今日どう存在するのか。あり方だけを考えて生きてる。いや、それはね、若い頃にすごい人たちに教わったからだと思うの。本当に。やり方を気にしてるやつは、本当何もできないやつ。あと、悩むなっていう。悩む前に行動をしろって。で、お前がもし悩んでたら、行動が止まってる時だと考えろって。行動してる人間は悩まない。ただ失敗をして成功に向かって繰り返してるだけだって。悩んでる人間は失敗すらもしない人間だとか、徹底して教育されたんだよ。だからその先輩たちに感謝だよね。すごい人たちにその生き方を教わってたから。だから今の人生すごく幸せだなと思うし、まだまだ上に行きたい俺は。もっともっと理想の自分に近づいていきたいなと思ってて。もうだから本当に理想なのは自分が遊ぶの。本気で絵を描いて楽しく。まあ、絵って何なのかっていうと、絵って言うと分かりづらいからだけど、ステッカーは俺の絵なんだよ、あれって。俺の作品なの。で、一生懸命作って遊んで、この絵ができたわけよ、俺の。で、この絵を描いたいっていう人が勝手に現れる生き方。これが俺の作った絵なんだけど、これって俺の作品なんだよ。全部俺がデザインしてるから。で、これも俺の作品なんだよ。全部俺がデザインしていて。で、この絵に、和道が作ったんだったら、要は、絵が欲しい、何をじゃないんだよね。どこでじゃないの。もう和道が作るものが全部価値があるものっていうかさ、ファンにとっては、それ、要は、俺の生き方でしょ、これって。別にこのステッカーに価値があるんじゃなくて、俺の意見に共感してくれて、俺のことを支援したいとかじゃん。で、それが勝手に売れていくと。で、今さ、こんなに売れてるんですよ。これがそうなんだけど、ステッカーなんだけど、こんなに売れてるのね。こんなに。ありがたいじゃん。で、これは俺、実はステッカーのお金って一切手つけてないの。このお金って。これステッカーなのね、全部。だから、絵なのか音楽なのか何なのか配信なのかは関係なく、俺がその時集中すべきもので、もうガンガン稼いでいくっていうかさ、これパワーなんだよ、リスナーさんからもらった。1000円1000円、一人一人の1000円1000円とかが、こう、塵も積もっていくの、どん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 。だから、自分のやりたいことを表現しまくって、で、それを応援してくれる人たちに、ガンガン、ああ、こいつ応援しててよかったなとか、こいつの生き方好きだわってなって、言って。もうそれこそ、街歩いたら女の子が泡吹いて倒れるぐらいの男になりたい。劉邦デスマスいらっしゃい。そうそう。女の子が、キャー、和道くん、バタっつって。おばちゃんでもいいや。若い女はちょっと無理があるから、もうババアが倒れるぐらいの男になりたいね。バタッと、ブクブクブク。それこそ未来さ、みんなが何十年か経って俺が死んだ時に、そのステッカーがプレミアになるぐらい、こ
このステッカー持ってたんだみたいな、そういう風になりたい、うん、自由主義っていうのかな、どうなんだろうね、あんまりその難しいことは分かんないけど、ずっと自分と問い詰めて、うん、自分自身と会話をしてきた結果で、まあいい生き方っていうか、中学2年生頃の理想の自分には慣れてきたかな。理想の自分にだんだん近づいてきてる。もっとステッカーとかじゃなくてね、本当にこういうブレスレットとか自分の身につけるアイテムとかもコラボレーションしてやりたいよね。それこそ自分の好きなブランドとカルティエとかとコラボしてもう出したいぐらい。カルティエ和道モデルとかさ。だからなんか昭和の俳優とか勝新太郎とかそんな感じだな。かっこよかった。バカエピソードが多すぎて、あの日本なんだっけ、東京湾で拳銃撃ったエピソード知ってる？勝新太郎の。俺あれ大好きなんだよ。でも俺勝新太郎がやったことは間違ってると思ってるんだけど、勝新太郎が俳優としては正しかったと思ってんの。東京湾で拳銃撃った事件のエピソードは、勝新太郎は俳優だよ。やっぱりあれすごいよね、あのエピソードはね。もう完全に犯罪者なんだよ、やってることは。でも俳優としては正しいんだよね、確実に。だからもう俳優になるためだったら、本物の俳優になるためだったら犯罪も犯すっていうかさ、平気で。しかも何が悪いんだよみたいなさ、あれはすごいなと思った。まあでも刑は受けるべきだな。うん、すごいよね。なんか本当にスーパースターがいっぱいいたよね。でも今の時代、そのもうタレントにも魅力ないしさ、あの映画もダメじゃん。今配信者が熱いと思ってる。そういうバカエピソードがいっぱいあるっていうか、本物っていうか。俺は今メインストリームは配信とかだと思ってる。 YouTuber はダメだ。あれはもうなんかお金稼ぐためにやってる人が多すぎる。本当にかっこいい生き方してるとは思わないね。まあもともとね、その映画っていう文化自体、メディアのね人たちが、リベラルの人が作った人ね、文化だからね。今日何曜日だ？今日は火曜日か。沖縄調べようかな。なんか沖縄面白いのあるかな。
ああ、でも、テルチャンピンが沖縄住んでたから、なんかすげえいいビーチとか知ってるとか言ってた。うわ、いいな、沖縄超いいな。うわ、テンション上がったわ。水着も買わねえとな。やば、沖縄。いや、天国だな、おい。マジか。いいね、沖縄。飯がまずいんだよな、沖縄な。まあまあ、沖縄はね、台風がすごいんだけど、なんて言えばいいのかな。あれなんだよ。スコールみたいに5分間ザーって降るんだよ。まあ、台風の時期はずっとだけど。沖縄の天候特殊だよ。本当にびっくりする。5分間だけ雷雨みたいなのが来るのよ。ドワーっと。あとね、バスとかの運転がめちゃめちゃ荒いんだよね。ああ、どれくらい行こうかな。すげえ楽しみだな。沖縄。天国楽園だよな。夢の島だよ。ちんすこういっぱい食べよう。俺ね、沖縄半分血が流れてんのよ。俺実は沖縄のハーフなの。おばあちゃんがね、与那国島なんだよ。うい、シェレンいらっしゃい。ね、まずいよ、飯は。沖縄。本当にまずい。まあ、フルーツとか美味しいからね。ソーキそば。俺はね、ばあちゃんの作るソーキそばがうまいから、沖縄のソーキそばは出汁が取れてなくて、あんま好きじゃない。ラフテーは美味しいけどね。塩味のそばだよね。基本的に美食ではないよ、沖縄の人は。チンスコーはすごい好き。どれくらい行こうかな。帰ってこなかったら笑うよね。沖縄にずっと住むわっつって。そうじゃないよ、ゆみちゃん。文鳥って言ってね、スズメみたいな感じ。いいでした。ごめんね、出したりし。みんな見たいんだって。インコとは違うでしょ。かわいいでしょ。ゆうくんいらっしゃい。綺麗な。インコはもうちょっとね、ぶっちゃかわいい感じだ。かわいいでしょ？文鳥って言います。いや、これはね、白い文鳥だから白文鳥っていう。日本の固有種ですね。もともと江戸時代に日本に来たんだけど。本当はね、白と灰色と黒なのね。真っ白。そうそう、手乗り。ねえ、しゃ。ありがとう。おはよう。ソーキそばっていうのは、まあ、沖縄料理。例えばさ、みんなさ、ゴーヤチャンプルーっていう食べ物だと思ってるでしょ。サーターアンダーギーっていう食べ物の名前だと思ってるでしょ。それ違うんだよ。サーターアンダーギーって、砂糖天ぷらっていう方言なの。砂糖がサーター。で、アンダーギーっていうのは天ぷらを意味するのね。だから、サーターアンダーギーっていうのは砂糖天ぷらっていうの。で、チャンプルーっていう言葉は何かっていうと、ゴーヤチャンプルーでしょ。チャンプルーってね、炒め物って意味なの。だから、固有の料理名っていうよりも、
向こうの人は豆腐とゴーヤと卵でバーって炒め物を作るとチャンプルーになるの。混ぜてる炒め物みたいな。調理名に近いのね。おはよう、ありがとう。みゆこ、こんばんは。まあ、沖縄の方言を理解すると、そういうふうにわかるよ。眠いな。知らんかったでしょ。適当な名前なんだよ、あれ。気持ちいい？初見さんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてね。コメントありがとう。お前も沖縄行くか、さ。葬式に遅れてきたりする。そう、沖縄の人の葬式はね、あれだよ、ただの飲み会だから、どんちゃん騒ぎだから、音楽ガンガンかけて踊り出したり、なんかただ飲んだくれて、でなんかね、最後の方に後半みんなベロンベロンになって、うえー、なんで死んだんだよとか言って、なんか20分ぐらい大泣きし始めるの。でその後またどんちゃん騒ぎするっていう。 びっくりするよ、沖縄の葬式は。もう適当だな、こいつらみたいな。なんかもう三線とか持って近所の人集まって、なんかブルーシート広げてバンバン飲むのよ、泡盛とか。でパーティーが始まるの。お、誰の葬式だっつって集まってくんの。 でもてんててんててんって始まるのよ。で踊り出して、でなんかベロンベロンになった頃にうわーとか言って泣いて、誰が死んだのか分かんないのにもう泣き始めて。沖縄は何しに行くんですか？何しに行くんだろうね。 サムライチャンプルーはね、なんだっけ、サムライチャンプルーの前のやつが好きだね。カウボーイビバップのチームが作ったのがサムライチャンプルーなんだけど、俺はカウボーイビバップの方が好き。フォローありがとう。みんなに見れるように、黒い、T シャツをハサミで切って、黒いカーテン引いた。釈迦がよく見えるように。ありがとう、よろしく。お葬式でそんな感じなの、沖縄は。あと、沖縄のお墓って普通のお墓じゃないの知ってる？みんなただ四角いこういうお墓をイメージしてるでしょ。沖縄のお墓って青缶スポットなんだよ。ドーム型っていうのかな。家なんだよ、沖縄のお墓って。俺は沖縄、母方が沖縄なのね。だから沖縄の文化のことを知ってるのよ。墓方がこういうお墓なの、家みたいな感じなの。面白いでしょ、こういうドーム型っていうのかな。だからね、しかもね、公園みたいになってるから、遊び場になってるのよ、ヤンキースポット。そう、でっかい岩だったりとか、なんかすごいので、放置して、でこんな感じで宴会が始まっちゃうのよ。 これだから、なんだ、なんかあれなんだろうけど、こうやって 宴会始まっちゃうんだよ。 面白いでしょ。 いや、だから罰当たりじゃないんだよ、その陽気なんだよね。なんて言うんだろうね。彼氏が沖縄はダメだよ。沖縄の男働かないでしょ。沖縄の男はダメよ、フラーだから。俺がこんな生活してるのは沖縄の血が流れてるからなんだよ。まあ働かない、沖縄の男は。沖縄の女は働くよ。ダメダメ。何しに行く？いや、別に何しに行くんだろうね。別に用はない。行きたいから行く。菅野さんの音楽は最高だよね。陽気なんだよ、本当に。悪いっていうか、まあ普通だよ。南国はこんな感じだよ。南国の人がなんで陽気かっていうのは、いろんな研究があるんだけど、男働かなくて有名なの。それはね、バナナとか木の実とかが落ちるからって言われてるの。これ冗談みたいな話だと思うけど、男が狩りをしたりとか農耕をしないと生きていけないから、
倫理とかができるから。でも南国フィリピンとか有名なんだけど、フィリピンとかハワイとか沖縄とか台湾とかって、バナナとか果物が勝手に落ちてそれを採取する生活が主流。あれだから、働く必要がないのよ。だからライオンとかに近いって言われてるよね。沖縄の女の人はめちゃめちゃ働き者。うちのおばあちゃんも超働き者なのよ。70歳までコンビニで働いてたんだよ。で、仕事今でもしたいとか言ってんの。だって俺ばあちゃん70過ぎてさ、お前金あんのか高光って言われて。いや、まあまあ、なんでって言ったら、俺店やるから金出してくれって言われたもん。サーターアンダギーの店やるから金出せ、300万くれって言われた。すごいよ。要はね、女が男を、なんつうの、もう紐みたいな感じだもん。働かないの。で、男何やってるかって言ったら、なんか T シャツ屋さん始めるとか言ったりとか、なんかネットワークビジネスとか、もうわけわかんないことばっかりやってんのよ。もちろんちゃんと働いてる人もいるから誤解しないでほしいんだけど、優秀な人もいっぱいいるし。まあなんか、多くの人がそんな感じなの。ノリが軽いっていうか、なんか、蕎麦屋始めるとかさ、T シャツでウミンチュ作るとか、女の人は真面目に働くの。フィリピンとかそうだよ。南国系の人はそう。だからばあちゃんの口癖で言ってたのは、妹がいるんだけど、沖縄の男はフラーだからダメだって。フラーっていうのはろくでなしとかそういう意味なんだけど、フラーっていう方言があって。フラーだから、フラーばっかりだから絶対に結婚するなって。付き合うなって。沖縄の男はダメだって。うん。男ダメ。だから俺なんかばあちゃんにフラーがフラーがってよく言われてたよ。うん、彼氏は将来紐。うん、酒癖悪いっつうか、陽気は陽気だよ。うん、酒ばっか飲んでるだけ。酒癖は悪くない。酒飲んで踊ってるだけなんだもん。うん、まあ、イケメンが多いよね、でも。マレーシアの人も女の人が働くイメージでしょ。まあ、大体南国はそうだよ。だから俺がね、こういうなんか紐っぽい生活っていうか、小敷みたいなの合ってるんだよ。多分沖縄の血が騒ぐんだよ。俺はフラーだから。成人式田舎だからやることがないんじゃん。うんうん、だってさ、まあ今インターネットがあるからあれかもしんないけど。まあでも沖縄のリスナーって少ないよね。うん、沖縄のリスナー少ない。なんか地方であるんだよ。ここの県リスナー少ないなって。で、面白いのが北海道は課金するの。北海道はネット文化すごい流行ってんの。それ面白くて、寒いから外に出る機会が少ないのよ。だから家遊びがすごい、やっぱ盛んなのね。だから北海道ってね、ゲームの課金率も高いんだって。で、実際花火師さんも多いの、北海道の人。家遊び。要はネット遊びに慣れてるから。だから沖縄あったかいしさ、外遊べるから、まあネットなんかやらないよね。可愛い女の子とパコってる方がいいでしょ。あ、まあ沖縄の男かっこいいの多いからモテるんだよな。女ったらし多いから。推しに弱いっていうかめちゃめちゃシャイで、恥ずかしがり屋が多くて、沖縄の人って水着で泳がないの知ってる？向こうの人って、現地の人って水着で泳いでる女の人っていないよ。今どうかわかんないけど、俺が子供の頃とか中学校の頃はいない。で、現地の人は観光客の水着になってる女の子見て変態って呼んでるんだよ。みんな T シャツで泳ぐの。すごい恥ずかしがり屋だから。肌なんか見せらんないって。だから観光客だけなの、水着着てんのは。向こうの子は絶対 T シャツ着て穴場スポットで泳いでるから。だからまあ推しに弱いっつうか奥手なんだろうね。知らなかったでしょ。そう。
シャツで泳ぐの。そう。だ現地の人と一発でわかるよ。まあ、今どうかわかんないよ。今の若い子が。だからネットとかテレビとかで文化だいぶ変わってるから。あ、今もやっぱ T シャツで海ダイブなんだ。沖縄の大学行った人、土下座すればなんとかなる。どういうこと？あ、やらせてって。ああ。情が深いんだろうね。沖縄の子は。情が深い。男の人どうなんだろう、わかんない。男も T シャツなんじゃない、やっぱり。うん、でもまあ向こうの人は時間が、あの2時間遅刻しても約束ばっくれても当たり前なのね。ウチナータイムっていうんだけど、あの本当に 何時にどこで待ち合わせっつっても3時間待たされるのなんかザラだよ。で待ってて怒るとびっくりするよ。だから沖縄から東京に来る人はびっくりするよね。なんかこの前遅刻、普通に約束したら怒られたっつって、お前3時間ぐらい寝坊したろっつったら、そうそうっつって。だから俺も寝坊すごいじゃん、みんな知ってると思うけど、昔から見てる人は。だからもう沖縄の男なんだよ、プラーっと生きてんの。あれ本当だよ。うん、約束は破って当たり前だと思ってる。あと沖縄、これ気をつけた方がいいんだけど、沖縄の現地の人に飲み行こうよって誘ったら絶対に割り勘じゃないから、誘った方がおごるっていう文化があるの。いや貧乏な人多いからまあそういう風になってるんだけど、沖縄の人に今から飲み行こうよとか誘ったら絶対おごりだと思われるから、で怒られるから、割り勘だったら。なんで誘ったのって怒られるよ。 T さん、俺が言ってんの本当でしょ。沖縄の現地の人だから来てくれてありがとう。俺言ってんの本当だよね。不可視でも何でもないでしょ。合ってる？その水着で泳ぐとか、シャイな人が多いとか、あと、ウチナータイムとか、そう、おごりの文化とか。言ったもん負けっていうかね、その、人を誘うイコールおごりっていう文化があるの。約束の意味がないから何日で会おうぜだけしか言わない。約束の意味ない。でもその方が楽だよね。なんかギスギスしてなくて、俺は沖縄の人の生き方が正しいと思ってる。80% ぐらい合ってる。俺はでも好きよ、沖縄。 T さん、沖縄今月末行くんで、もしどっかでお会いできたら嬉しいですね。沖縄で稼いでる人っていうか、沖縄ってやっぱそら地盤の独特の会社が栄えてたりするから、オリオンビールとかだから、まあ昔からの人だよね。稼いでる人ってあんまいないよ。うん、沖縄行ってみたい。そうそう、楽なんだよ。
修学旅行ってほら、決められたところを観光で回るからな。現地の人とあんま触れ合ったりしないじゃん。俺はほら、親戚に沖縄の人がいるし、ばあちゃんが沖縄だから、もう文化が半分沖縄なのよ、うちのルールが。お墓で酒盛りお墓で酒盛りは面白いね。琉球魂入ってますよ。で、俺がね一番好きな言葉はナンクルナイサーなんだよね。ねえ、ずっと悲劇の国だから、あそこはもう琉球王国の時からさ、もうずっとあそこの楽園を手に入れようって中国王朝とか、まあ、薩摩とかに侵略され続けて、ね、世界大戦もあそこが戦場になってるから、ナンクルナイサーっていうのは何か常に事件が起きてるっていうか、悲劇の王国だからこそ、ナンクルナイサーって言い続けるんだよね。その言葉はね、やっぱヤマトにはないんだよ。ナンクルナイサーっていうのは、やっぱね、そう、ドンマイに近いんだよね、英語の。なんてことないよ、大丈夫だよっていう。そう、俺はナンクルナイサーっていうのは自分の中でよく使うね。なんか嫌なことあったりとかすると、なんくるないさ、なんくるないさって、モノレールがあるの。俺のじいちゃんがね、作ったんだよ、モノレール。そう、電車がないの。だから、今ではそうでもないけど、自動改札で、親戚とかが来るじゃん、中学生の頃とか。モノレールとかなかったから。そしたら、ピッて切符入れるじゃん。そしたら出てこないからずーっと待ってんの、おじちゃんが。で、なんか隣の人の切符を取っちゃったの。で、揉めてるのよ。で、なんで出てこようよっつったら、俺の切符が出てこないさーとか言って、高光俺の切符どこさーみたいなこと言ってんのよ。いや、出るときいらないんだよ切符はっつって、って言って、俺が買った切符なのにって言って面白かったよ隣の人の切符勝手に取っちゃうの。この入り口の出口の時はいらないんだよって、そういうのが面白い。そう、どうにかなるとかね、なんでもないよとかね、そういう意味だね。そういうなんか沖縄独特の文化とか、どんどんなくなっていくんだろう。今モノレールあるっていうから見てみたいけどね。モーマンタイはあるぞ。違うでしょ、モーマンタイ。おはよう、ゆうちょむ。朝早いね。おはよう。そういや、どっかでどうと沖縄方は方言が少しずつ似てる？あ、そうなんだ。わかんない。北海道とかないの？アイヌとかの言語とかに似てるんだよ。もともと縄文系だからね。フィリピンとか、そっちとか、台湾、だからもう、与那国言葉なんか台湾とか、もうあんな沖縄の人でもわかんないからね、方言きつすぎて。何言ってるか分かんなかったもん、ばあちゃん電話で話してるとね。絵柄言うとか言って。兄さんとか言って。
はやおみたん。てれて、てれて、なんちゃらてーよ。なに、てれて、てれて、なんちゃらてーってなに？なにそれ。うらちゃんって何？うらちゃんってだ、なんだろう、わかんねえな。なんだろう、うらちゃんって。うらちゃん。風船8個ありがとう。のまえんさんアイテムありがとう。世間知らずだった少年時代から。ふわっちの番はだからどんな悪いことをやったかによるけど、俺番になったことないからわかんないんだよね、それが。でも比較的早いような気がする。1日番が多い気がする。でもなんか長い人は1週間とか1ヶ月って感じ。一番重たくて1ヶ月で A 番になったのが鮫島のぞみしか知らないな、知り合いだと。ゲロって番、誰がゲロになったの？誰かゲロ吐いた番になったの？どうなんだろうね。まったり枠に切り替えてもいいですか？ギター練習する。今日はなんか花火師さんがあんまり来ないような気がする。なんかどこも少ないね。大原おじさん、え、マジでゲロってバンになったの？本当に言ってる？世間知らず、世間知らずだった少年時代から、自分だけを信じてきた。
だけど、心ある人の支えの中でマジだなんとか生きてる今の僕で、弱音をさらしたり足り口を押したり人の痛みを見てみないふりをして合わせすぎて大切なことが分かりづらくなった今だから歌うことは海の声が聞こえたら海の声が聞こえたらなんだろう海の声がだっけ聞きたくてだっけ合ってるそれで stay 多分音ずれてる分かんないな。ちょっと沖縄の歌練習しようか。沖縄の歌。だいぶずれてるね。夢追い人は旅路の旗で一体何を手にするんだろう嘘や矛盾を両手に抱えそれも人だよと悟れるの愛するべいいよねこの頃ね愛するべきだよ君に会いたいだと例えばこれが恋とは近くてでも安いからこれあの Google で検索したのよそしたら6000円であのギブソンじゃない、レスポールタイプが欲しかったので6900円で売っててそれが偶然新宿で売ってたでこれエピフォンっていうそのメーカーなんだけど Google の子会社 Google じゃないギブソンのなんか安いメーカーみたいなのでまあいいやと思ってギブソン系のギターっていいなと思って。僕が生まれたこの島の空を僕はどれくらい知ってるんだろう輝く星も流れる雲も名前を聞かれてもわからない。でも、メリーコーヘオ、アイテムありがとう。でも、誰よりも知っている。
悲しい時も嬉しい時も何度も見上げていたこの空を教科書に書いてあることだけじゃわからない大切なものがきっとここにあるはずさそれが島中の歌からおはよう。じゃあ最後に恋しくて歌ってみようかな。恋しくて泣き出した日々などもう忘れたの今さらは戻れない傷つけ合った日々が長すぎたの戻る気はないなんて嘘をついて笑ってても信じてたもう一度もう一度あの頃の夢の中、oh, oh, oh, oh. 交わす言葉難しいな行き詰まりの嘘難しいのこれ好きなら好きとせあげ言えばよかった I remember Do you remember わけもなくて笑った頃I remember Wow下手だな よいしょ、ただいまこれね、すごいミニギターなんですよ。だからレスポール、エピフォンのレスポールなんだけど、すごい小さいギター。子供用みたいな。かわいいでしょ。すっげえ小さいの、うん。すごいミニギターですね。うん、なんかかわいくていいなと思って。これで今練習してる、弾き語りに。うなちゃんマンコサムネ変えたんだ。サムネ変わったから全然わかんなかった。最近やってないな、あのクラブのうなちゃんマンの。あれ受けよかったのにね。あれ結構聞くとテンション上がるんだよね。車でドライブしてる時とかすごいいいんだけど。はい、NG ですってやつ。はい、NG です。
ウクレレよりは全然でかいよ。A 版食らったの？え、マジで言ってんの？通報入っちゃったんだ。あれで YouTube でやれば？ YouTube だったら大丈夫そうだけど、あの活動は意味があるでしょ？はい、NG です。はい、NG です。もったいねえな。マジか、A 版食らったんだ。忠告は受けてたの？やめてくださいみたいな。俺は全然ありだと思ったんだけど。本人が嫌がってたらやっぱ無理だよな。あ、皆様、あの YouTube のチャンネル登録ぜひ、あの動画編集に力入れてくんで、皆さんまだな方は YouTube チャンネル登録ぜひお願いします。YouTube でやる、YouTube で動画でやるのはいいと思うけどな。動画向きだと思うよ、あのネタは。せつがらいね。あれはディスじゃなくて愛のある囲いだと思うけど、それこそニコ生でやったらウケそうだけど。登録ありがとう、ナミちゃん。ちょっとトイレ行ってきます。ニコ生やってるんだ。 YouTube 登録ありがとう、ありがとうございます。おはようございます、アミルちゃん。おはよう。ていうか、なんか昨日さ、ジーパンもうちょっと触りながら寝ちゃったよ、このジーパン。いいなぁ、リーバイス。リーバイスいいなぁ。リーバイスいいよ。楽しみだな、このダメージがどうなっていくのか。みんな、
俺のファンはやっぱリーバイスの606履かないとダメだよ。今復刻版売ってるから。2の和道ファンはリーバイス606履かないと。俺と同じファッションしないとね。606の黒ね。私もリーバイスの CM10 年前にキムタクと出演。え？マジで言ってんの？え、マジで言ってんの？それ残ってないの？動画とか。あの帽子？あの帽子って何？ニット帽？うん、何あの帽子って。ジムズインのニット帽かな。え、マジで？モデルだったの？アミル。ちょっと待って。マジですごくねそれ CM それ残ってないのかな。え、それ残ってないの YouTube に。すごくね。え、それ見てみたいんだけど、残ってたらないのかな。ジムズイン接客がうざい。めちゃめちゃ接客うざいよ。誰が好きなのとか、ランチョ好きなの、ティムがねえって、もうすごいうるさいから、もうあの静かに見たいって言わないとダメだよ。ほんとうざいから、ほんとびっくりするぐらいうざいから、うん、お尻フルフルするやつ嘘、菅野美穂とも、何、女優さんだったってこと。アミル芸能人だったってこと？モデルさんだったってこと？お尻フリフリするやつ。ジムズインはバムフラップ。でもね、俺の同じアイテムは欲しいんだったら、これはもう売ってないと思う。これラスイチって言われたから。これバムフラップって言ってケツ当てなんだけど、これがジーパンの生地裏が。で、ここにランシノのピンバッジつけてて、俺は。で、こっちが本革なのね。で、これを、ケツ当てだから本来ケツに当てるんだけど、俺は横につけてポシェットみたいに使ってる。で、この中に、元グラビアなのにタレントやらされてた。へぇ、そうなんだ。すごいね。この中にステッカーとか入れて販売してる。でもこれ竹尾菊池の名刺入れかな。竹尾菊池だ、ね、うん。すごいね、アミル。へぇ。今は何やってんの？今何もやってないのかね。ユーキャン？ユーキャンって何で、これを買ったのと、あとニット帽はまだ売ってたよ。ただもうなくなると思う。ニット帽はあのジムズインだね。ただ接客マジでうざいからね。あと666のこれつければ、666のこれおすすめだけど、ジムズインちょっと離れてるけど、歩いて5分ぐらいで666行きなよ。すごいね。いや、踊ってるやつってどれだろう。踊ってるやつってどれだ。お尻フリフリ。え、YouTube に残ってるかな。2009。え、どれだろう。あ、これか。これかな。え、女の子出てこないけど。ユーコキャン通信講座。今はスポンサーが3人いて生活維持。すげえな。あ、いた！え？この人？めちゃめちゃスタイル良くない？この人？ちょっと待って。キャプっていい？この人じゃない？一瞬映る人でしょ？ちょっと待って。この人じゃない？これじゃない？これでしょ？これじゃないの？違うかな？これでしょ多分。この人でしょ？違う？この人？ぽくない？めちゃめちゃスタイルいいな。足長。この人じゃないの？これ。これアミルじゃないの？
違う。一瞬だよ。これこれ。これじゃないの。違うのかな。サントキャプローか。これで合ってる？違うかな。10年前の V が残ってるってすごいよね、逆に。これでしょ？違う？これアミル？すげえスタイルいいけど。木村拓哉との CM？ これじゃないの？これ。なんか違うような。ちょっと見てみようか。違うのかな？これじゃない。これ本当なのかな。こんな体柔らかいのかな、キムタク。これじゃないの。今一瞬映った。あ、これ外人か。これ外人だわ。これじゃないとさ、こっちかな。YouTube に残ってんのはこの二つしかなかったな。違うな。女の人出てこないな。違うね。まあでも、あれは外人だよな。うん、どう見ても、うん。いいね。キムタクやっぱかっこいいでしょ。芸能人顔の作りが全然違うもんね。666のベルト2つ持ってるが使ってない。あー使いづらいよ。秒バンバン刺さってるようなやつ。あーはいはいはい、あれだ、なんだっけ、あのソニーかなんかのやつだよね。こんな、なんつったっけ、あれあったよね。こんな折りたたみのパソコンあったよね、ここに入れるやつね。覚えてるわ。なんだっけ、覚えてる覚えてる。それアミロなんだ。通信講座の CM もやってたの。スポンサーが3人いて生活するってどんな人生だよな。いいよな。俺もスポンサーさん欲しいな。でもなんかあの事件すげえ好きなんだよ。あのツイキャスがさツイキャスがさ、あの YouTube みたいに秋葉原の駅のポスタージャックしたことがあるんだけど、そこにゆいがさんのポスターが貼られたのよ。ゆいがさんがこうやってやってるポスターが一日だけ貼られたんだけど、速攻通報が入りまくって、前科者をポスターにするんじゃねえよっつって、本当は数週間貼られる予定だったのに、あのね、一瞬で撤去されたんだよ。すげえ笑った。金梅さんとかゆいがさんがツイキャスでポスターになったんだよ。グエーとか。何年前、10年ぐらい前って書いてあったよ、コメントに。笑うよな、ほんと。それいくらなんでもかわいそうと思ったよ。だって貼ってた方が美味しいのに。あれ、ゆいがさんのポスターまだあんのかな。それが笑うんだよ。ツイキャス秋葉原の駅に貼られたの。あの事件は本当に笑った。ツイキャスのポスター知らない？みんな。あのツイキャスのポスターこうやって貼られたの。金梅さんこのポスターこれ、この二人が原因で、この人ゆいがさんなんだけど。あの、即日撤去。犯罪者をポスターにするなっていうクレームがガンガン入って。これ笑うよね。この事件は面白かった、本当に。うん、俺らの暇つぶしが1000万人の暇をつぶしてる。いいキャッチフレーズだよね。これ、なかなか良かったのにね。金梅さんもいいよね。微妙って。
グエーって この人原因だから、この人が撤去の原因だから、1日だけしか貼られなかったって、うん、あのね、結構有名な事件なんですよこれは。えって秋葉原に生主がポスターになるのすげーってなったけど、次の日に謎の撤去が起こって、何があった何があった、うんうん、笑うよね。あ、ゆいがのテーマソング作ったのうなちゃんまんこなんだ。いやー、なんか配信は歴史があって面白いよね、そういう意味じゃ。さすがだよね、そういうことするから、いつまでたっても日の目を見ないんだって、生主が。ゆいがポスター撤去は笑うよな。ねえ、 YouTuber みたいになるきっかけじゃんこれって、すごくいいチャンスだったのに、もったいねえよな。いつまでたってもアンダーグラウンドだからね。でもだんだんなんかさ、生主もなんかちょっと羨ましいみたいになってきたよね。稼ぐようになってきて、生主がちょっとさ、昔はなんか絶対なりたくない最底辺だったけど、ちょっと見方が変わって、やっぱお金稼ぐようになるとね、すげえなとか羨ましいとか言われるようになったもん。それはね、ふわっちの功績だよ本当に。やっぱビジネスに変えないとダメだよ。だからキャスの人でもね、ふわっち妬んでる人多いと思うよ、その稼げてる生主に対して。堂々とね、職業配信者って名乗れるからね。人選ミスではないけど、まあ面白かったけどね、それも配信っぽくて。じゃあすいません、1時間経ったんで、アイテム少しでもいいんで応援してくれる人、アイテムよろしくお願いします。もう1時間雑談やります。風船1個でも構わないので、ご支援いただけると嬉しいです。アイテムくれる人はアイテムお願いしますね。変化してきたよね、だいぶね、だんだん良くなってきて。まあね、お金が生まれないと、やっぱり旨味がないから、ブランディングできないんだよね。収入が上がれば上がるほどブランディングに勝手になるから。Google はそれがうまいよね。AdSense ずっと昔からやってるじゃん。ライターとか YouTuber とかにお金配るっていう。それは大事だよ。ありがとう。いちごさん、ハート10個ありがとうございます。ハート10個ありがとう。センキュー。ありがとね、いつも。いや、この音楽めっちゃかっこいいよな。おはよう、ふわふわさん。おはようございます。おはよう。おう、超兄貴お疲れ。アイテムありがとう。じゃあ、次枠というか、また1時間喋りましょう。朝ね、だいたいそろそろ入れ替わりが起こる時間だね。ドレさんが放送をやめる時間帯だから。ドレさんも多分今日稼げてないんだよな。あ、ドレさんもダメだね。今日全体的にダメだ。小学生の将来の夢で YouTuber と書いた子供がいたらしい。そう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 。小学何年生のアンケートだっけ ?3 年生か4年生かで YouTuber が3位か4位になって。うん。いや、でもいいことだよ。好きなことを仕事にするっていうのは悪いことじゃなくて、子供って素直だから。
YouTuber ね、みんな子供キッズたちが見てるわけだから、それは憧れるっしょ。そりゃそうだよ。いいんだよ。ありがとう、ふわふわさん、ありがとう、風船ありがとう。いつかね、配信者もやりたいって憧れの職業になったら嬉しいよね。そういう風に持っていきたいなとは思うけど。お気持ちが嬉しいです、ありがとう。まあでもインターネットでそのタレントじゃないけど有名人が出てくるっていうのがもう時代が変わった証拠だよな。あのね、テレビとかの視聴率とかってうまくごまかしてたんだよ。電通報道が頭良くて、その大きく見せるっていうか、だってそれそうじゃん、日本中にテレビがあってさ、まあ主要の各局って10個もないわけじゃん、チャンネルが。そりゃさ、めちゃめちゃ視聴率取れるよな。おー、超兄貴、風船50個ありがとう。だから、なんて言うんだろう。うまかったんだよ。タレント個人個人の力ってこんなもんなんだよね。クレジットカードなってるから他の支払いで購入したいんだけど、どう設定切り替えればいいですか？アミルさん、携帯電話ですか？スマートフォンで俺の放送を見てるか、パソコンで見てるか教えてください。パソコンで見てるか、スマホで見てるかによって、違うんですよ。アミルさん。アングラ感がなくなってきたよね、だん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 。昔はもう本当に、なんだろう、サブカル、ザ・サブカルだったよね。もうなんか、それが良かったんだけど、だんだん花のある世界に変わっていったよね。うん。アングラな人は今でもアングラだけど。スマホか。まず、スマートフォン。ウェブで買った方がお得なんだけどね、パソコンで。スマホでアプリを起動します。俺がやるか。スマートフォンでアプリを起動すると。で、どうやってやるんだろう。アイテムっていうのがここにあるんですよ。ルキホおはよう。あれ？ピントが合わない。ちょっと待ってね。いや、俺の方が人気あるっていうか、俺の方が知名度あると思ってる。ここにアプリ、アイテムっていうのをクリックすると、ちょ待ってね。アイテムをクリックすると、このプレミアアイテムってあるじゃん。で、まあ、例えばハート買うとすると、購入するってやるじゃん。好きなアイテム購入するして、アップル打ち課金？え？インターネットでしか買えないのかな？俺もちょっとよくわかんねえわ。アイテムって何？スマホの支払いでしか買えないんだっけ？あのね、ウェブだと、いろんな買い方があるんだけど、なんだろう。パソコン持ってない？アミル。パソコンの方が購入が簡単だと思うんだよな。ちょっと待って。パソコンの購入の仕方だと、ちょ待って。パソコンだとさ、購入が簡単なんですよ。スマホしかないのかな。こうトップページがあって、トップページがあるでしょ。でここのアイテムクリックするの、ここ。そうすると買えるんだよね、プレミアムアイテムで。そうすると例えば、まあ、これで1個買うとすると、こうやって選択肢がクレジットカード、ウェブマネー、ビットキャッシュ、ソフトバンクまとめてもらえる、au 簡単決済って、これから選べるんだよ、ご希望の支払い方法。コンビニでウェブマネー買ってもクレジットカードでもいいし、ビットキャッシュでもソフトバンクでも au でも買えるから、多分、あれじゃん？パソコンからアイテム買って補充しておけばいいんじゃないかな。それが多分一番いいと思うけど。PC ないんだ。
本人から切り替え本当にありがとう、うん、歌舞伎でリアトしてる。あ、歌舞伎だっけ。アミルちゃん、ぜひぜひ一緒にお酒でも飲みましょう。うん、ぜひぜひ、ありがとう。アイテム買ったことない買えよ貢いで俺に、うなちゃんマンコ、うん、もう小じきだから、小じキングになりたいから。俺はニコ生生まれふわっちいでそうだち小じきのやつはだいたい友達あ、そうなんだ、歌舞伎なんだ。うん、風林会館の裏でお店やってたよ昔、うん、大遊戯場歌舞伎町だ。歌舞伎はなんか栄えてきたよね。どれくらい住んでる？アミルちゃん。あのさ、俺がね、店やってた時3年ぐらい前で、ゴジラのビル建設の時だったけど、ひどかったんだよ。本当に人がいなくて。今なんか歌舞伎若い人が増えていいよね。そうそう、カウンターでバーやってて。あの、風林会館の路地入ってくとこあるじゃん。表のその区役所通りの一本裏。要は、あの、ラブホとか、ほら、ヤクザの事務所があるのよ。裏わかるかな。そこにね、お店が、小さいお店がバーってカウンターだけのお店が並んでるところがあるんだけど、あのバリアンの手前って言えばいいのかな、そう、6席ぐらいしかないお店をやってた。あ、地元なんだ。駒劇とか変わる。あ、じゃあもう古いんですね、アミルさん。人が来るとっていうかね、やっぱね、その、やっぱね、公共事業なんだよな。箱物なんだよね。あの、歌舞伎町浄化作戦でダメになって、要は、石原都知事がぎゅうぎゅう締めにしてどんどんダメになった。あと、高年齢化になっていったの。ただ、その世代交代、要はオーナーとかおじいちゃんおばあちゃんだったのが、若い人たちが借りるようになって、で、ゴジラの前で映画館できて、ホテルができて、つって、ちょっとクリーンになったの。だから、ゴジラのところまで、要は、ドン・キホーテからゴジラまでの区域が、ぼったくりとかすごい少なくなって、ブワーって人で溢れ返ってんの。歌舞伎町全然イメージ変わったよ。まあでも、ゴジラの奥行くと、昔ながらの、まだちょっと悪い歌舞伎町残ってるけど。家賃いくらだったっけな？10万超えぐらいかな。うん。10万超えぐらい。6席ぐらいの店で、だいたいゴールデン街と変わんないと思う。やっぱり人だよね。俺は10万で借りてたかな、その時。15万だっけな。まあ、20万いかないよ絶対、うん、はいはいはい。芸能人の裏物の DVD とかね、 AV とかね、あれ儲かるらしいよ相当。そうだよね。現場なんて100円しないわけだから。それを1000円、2000円で売るんだもん。え、車通れんの今。マジで？車通れるんだ。あ、そっか、ホテルに車入れないダメだもんね。ああ、そうなんだ。へえ。はいはい。風船ありがとう、超兄貴。お疲れい。おやすみ。太一さん、コメントありがとう。もし面白かったらフォローしてね。いらっしゃい。初見さんね。
そろそろフランク・ミューラーを手に入れられるようになりたいな。フランク・ミューラーのライジングサンってまだ売ってんのかな。フォローありがとう、太一さん。新宿は今どうなってるか分かんないけど、1年前だと中国人が多くて驚いた。あ、今でも、もう、東京は全部だよ、匿名さん。もう日本じゃないよ。コンビニの店員全部外人さんだよ。あと外人いろんな人がいるよ。中国人だけじゃなくて。フランク・ミューラー。フランク・ミューラーのライジングさん。100万円する時計ね。ライジングさん。フランク・ミューラーのライジングさん手に入れたら俺はもう、やばいね。ガキの頃の夢が叶うよね。まだ売ってんのかな ?150 万か。アマゾンカスタマーも外人ばっか。なんか日本語喋れるね。外人さんだよね。150万か。無理だな。もうちょい頑張ろう。ただ見えてきたかんね。ライジングさんが。日本人の人なんかほとんどいないでしょう。キャスパーリアトツ、ありがとうございました。エセ社長さんいらっしゃい。いつの時だろう。圧倒的使用対応。いつの時だろう。エセ社長さん。なんか行きまくってるから、酔っ払ってるから覚えてないわ。いつの時かな。昨日、こちらこそありがとうございます、雰囲気変わりましたね。男前になった。いやそんなことないと思うよ。よくなんか優しくなったとか丸くなったとかおしゃれになったとか言ってるけど、何が変わったっていうと収入と服が変わったよね。圧倒的に多分ね、お金持ちになって余裕が出てきたんだと思うよ。男前にはなってないと思う。俺時計つけてないよ。ブレスレット、666のブレスレットで。俺が持ってる時計はね、1個しかない。もう壊れちゃってるから直さないといけないんだけど。俺が持ってるのはガガミラの1個。あー、そっかそっか。コテハン違くない？エセ社長じゃなくない？その時コテハン。なんだったっけな。あー、思い出した思い出した。スマホにカウンターで飲んでた男性だ。思い出した思い出した。オッケーオッケー。どうもどうも。またよろしくお願いします。服がだって3万円のジーパンだぜ。勝ち組だろ。その時計はね、限定100本。ライジングさんは。すげえかっこいいんだよ。で、これをいつかつけたいと思ってて。で、今調べたら中古で50万だから、まあ中古でもいいかな。もうガキの頃からこの時計は絶対俺腕にはめてやるって決めてたんだけど、これ。自分のテーマカラーの黒と赤だし、フランク・ミューラーが日本限定で日本の国旗をイメージして作ったの。これ、ライジングサンって言うんだけど。かっこいいでしょ？これがね、欲しいんだよ。で、今、値段調べたら53万9800円だって。まあ、中古だったら届かなくないから。これはね、ガキの頃から夢だったの。もう何年前の時計なんだろう。これは俺にふさわしいよね。これは欲しい。53万か。もうちょっと100万ぐらい稼いだらね、ポンって買おう。かっこいいでしょ？釈迦、寝てる？ごめんね。限定100本。ねえ。なんか、俺にふさわしいと思ってて。自意識高いから、すごく。俺にこそふさわしい時計だって。いつか絶対手に入れてやるって。俺は夢に描いてる時計ですね。でしょ？俺にふさわしいでしょ？俺のここに、左腕に、この辺に、こう、バチッとはめて。リーバイスのヴィンテージジーンズを履いて、100万円の限定時計をつけて、キッズたちに夢を見せないといけないから、配信でサクセスしようぜ。配信でサクセスですよ。
赤黒が好きだからね。稼いだ方がいいよ、人生一回だもん。すぐ買える。いやだって俺今月収入が60万ぐらいでしょ。さすがに家賃払ったり、その機材揃えたりとかいろいろあるから、光熱費払ったりとか、まだ手が届かないよね。キッズに夢をっていうかさ、配信のトップに走ってるやつがやっぱ石川の隆起とかこれこれとかが1億円稼いでないと俺困ると思ってて、多分ね、石川の隆起さん年収2000万ぐらいなんだよ、これこれとか。 YouTuber だけでしょまだ億超えてるのって。トップの人が億超えてもらわないと困る。で誰もね、まだ奥に手届いてないから、だったら俺がなるって感じ。おちんちんはだつ、俺が億万長者になってやるよっていう。誰もやらないなら俺がやるっていう。順序？ん？順序？何順序って、うん、何のことだろう。いらっしゃい、持ちすぎだろうさん、いらっしゃい。すごいピュアな人だったね。慎吾さんもう今月100万稼いでるからね。でもさ、100万稼いで FX で全部溶かすってすごいよね。フランク・ミューラー買えるんだよ。すごい浪費をしてるよね。なんで白衣を買うんだって。それこそ本当にさ、車だってさ、とんでもなくいいの買えるのにさ、もったいねえよな。金の使い方間違ってるよな、絶対。そう思わない？なんかあんなに才能があって稼ぐことができるのに、金を溶かす才能の方がすごいって、うん、俺ね、車はね、あのゴースト乗りたい。ゴーストをこの格好でブーンって乗りたい。バカにしたいね。ロールスロイスゴーストね。朝方寝るっていうか、寝たい時に寝て、起きたい時に起きるね。全部溶かしちゃうんだもんね。YouTuber で最初の方に上げてた動画、オープニング曲なんていうの？ズクズクテー、ズクズクテーってやつ。スタッフの匠さんしかわかんないわ。俺わかんない。お金の苦労ゼロ。いや、うん、そうだよな。まあ、働いてないんだもんな。自分でお金を稼ぐっていう感覚ないかもしんないよね。だからまあ、ピュアだよね、本当に。だから、ヨシエさんがもう可愛がって育てたっていうのが伝わってくるもん。ヨシエさんの秘蔵っ子なのが。本当に32歳でこんな純粋な人いるんだと思ってびっくりしたもん。すげえなと思って。激レアだよ、激レア。やっぱお金って稼ぎ方よりも使い方だなっていうね。まあいいんじゃん、慎吾さんはそれでやっていけるだろうし、うん、YouTube のレートが悪くなったと聞いたけど、あ、戻った戻った。一回すっごい落ちたの、ニュースになったけど。で、誰も言わないんだよ、元に戻ったら。今元に戻った、全く変わらない。今月もしっかりいただきました。一回落ちたけどね。閲覧別に伸びてないよ。俺200安定だよ。ふわっち来た時から200安定だよ、ずっと。閲覧伸びてないです。そう見えるだけ。むしろ今日なんて170とかだから、閲覧悪い方だよ。うん。200安定だよ、俺は。相変わらず。まあ、たまにね、1000行ったりとか。最高記録1400まで伸びたけど、うん、1700か、この前同時閲覧最高記録。まあコラボだからね、そういうのは。ピンの放送は1400だったけど。濃い味はどついらっしゃい、おはよう。でもね、いつも言ってるけど、閲覧の数はねそんなに関係ないよ。一番大事なのはファンの数っていうか、固定のお客さんの数と、あとまあファンの数だよね。
ちゃんと応援してくれる人、それが何人いるのかで放送って変わるから、あんまりね閲覧が多い時っていうのはいい時じゃないんだよ配信者にとって。閲覧多くても食っていけない人いっぱいいるもん。フォロワーはね3000人超えた、うん、ありがたいことに3000人超えは結構トップ何人だろう、結構トップ30位以内に入ってると思う。誰とコラボが楽しい、関慎吾さんすごい楽しかったし、コラボで言ったら誰だろうな、まあまあコラボは楽しいよ基本的に。どうやったら人集まるんかな、人集まるってことは閲覧数じゃん、閲覧数はキャリアだと思った方がいいよ。あの長ければ長いほど有利だから、閲覧がね俺50人超えるまでに1年半かかってて、で100人安定して超えるようになったのが2年半ぐらいで、3年目はもう500人安定で、今4年目でだいたい200人安定でしょ。ふわっちの場合ね、ふわっちはまあリスナーさんの母体が少ないから、多分ニコ生で言うところのねこれ500人とかなんだよ、ツイキャスで言うところの800人ぐらいの力はあると思うの。だからそのサイトが抱えてるリスナーさんのどれくらいのパーセンテージを取れるかっていう問題だから、ツイキャスだったらもっと人増えるだろうなとか、ニコ生だったらもっと増えるだろうなと思う。だからね多分ねツイキャスで言う万人コミュぐらいの難しさだと思うよ、ふわっちで3000人のフォローっていうのは。それくらいの価値がある。フォロワーが3000人超えたのはでかいなと思ってて、次は5000人目指そうと思って頑張ってる。あと YouTube を1000人にしたいね早く。 YouTube のチャンネル登録みんなお願いだから、あのアカウントでフォローして、YouTube のチャンネル動画上げてくから。ニコ生投げ銭やるだろうね、だからそれでどれくらい人が戻ってくるかだろうけど、家賃6万、はめたっていうのはどういうこと、何もはめてないよ俺、うん、なんだろうそのはめたっていうのは、ニコ生まあもうね人が離れてね、ニコ生の有名なマンションみんなふわっつきちゃってるからね、ニコ生のアカウント自体もニコ生のサイト自体を見てないかな俺は。全然ニコ生のサイト見なくなったね。配信でお金に還元する方法がわからない。配信でお金に還元する？え、配信者なの？配信をやってたらアイテムもらえるじゃん。そうすると、あの、携帯電話でふわっち、あの、みんなね、ふわっちのアプリの方を見ちゃうんだけど、あの、サファリとかブラウザで見るんだよ。で、ブラウザで見ると、ポイント履歴っていうのが一番下にあるの。そうすると、こうやって今月いくら稼いでるのかが表示されるっていうやつね。今までいくら稼いでますかっていう、こういう風に表示を見る感じ。ふわっちのポイント履歴、うん、いつもバラバラだよ俺。もう起きたら配信やるから、起きてる時間ずっと配信やってる。でバラバラなの生活が、正直言うと起きたり寝たり、なんかここでさっきのブラウザでやると思った方がいいよ。文鳥夜行性じゃないよ。
鳥全般に言えることなんだけど、ほとんどの鳥はね、あの明るいと、まあ釈迦はね、もう俺とライフスタイル一緒だから、寝たい時に寝て起きたい時に起きてる。明るかったら本当起きてんだけど、釈迦は明るい中で寝れるように進化しちゃったんだよ。寝てるでしょ今。うるさくても明るくても寝るっていうね、あのすごい鳥の習性とは思えないすごい進化の仕方をしてるんだよ。本来は夜行性じゃない、配信者ではないけど興味あるから。あ、いやだからアイテムもらった半分をあのお金に変えてるだけだよ、普通に銀行に振り込んでるだけ。まあそのアマゾンギフト券に変えたりとか、物に変えることもできるから、あの好きな方法で変えられる。うん、アマギフトなんだっけ、ペックスっていうポイントサイトにも変えられるし、今寝てるでしょ、ほらすごいでしょ、あこんだけ明るくて俺がこんなに喋ってんのに寝てるでしょ、今爆睡してるよ。そう、これ寝てるの。うん、ありがとう大地、また来てね、おやすみ。不規則っていうか、俺にとってはさ、ストレスが一番害になるから、うん、起きたい時に起きた方が、そのね、なんか幸せだなって感じるのはね、多分ね、好きな時間に寝て好きな時間に起きれるようになったのはかなりでかいんだよね。なんかね、俺超ロングスイーパーで12時間以上寝るんだよ。で、起きてる時間が一人長くて、20時間とか、下手したら24時間ずっと起きてるのよ。だから自分のサイクルにすごくいいんだよね、ストレスが全くないから。肩も凝らなくなったし、心の調子が良くなったし、太陽浴びたりとか夜だったりとか、生活はね、いろいろあるけど、やっぱりね、自分の生き方みたいなものを忠実にやった方がすごいいい。いや、釈迦は進化したんだよね、飼い主にそっくりだよ。うん、明るくても全然寝れるから、普通は絶対寝ないんだけどね、やっぱりね、あの飼い主とライフスタイルが似ちゃうんだよ。最近昼間放送やってないな俺。雑談、旅配信、格闘技、あと何やるかな、何でもやるよ。なんかいつも言ってんだけど、俺はその喋りで食いたいと思ってたのもそうなんだけど、一番なんか志してたのが、あのもう本当にライフスタイルで
飯を食いたいと思ってて、もう生きてるだけで飯が食えるっていう状況を目指してて、だから雑談もそうなんだけど、どちらかっていうと俺と遊んでる感覚でいてほしいってよく言ってるかな。俺の部屋に来て、なんか中学生の頃とかコンビニの前とかさ、友達の家とかでだべってるだけで楽しかったじゃん。そういう感覚でいてほしいっていうか、うん、だから雑談とかなんかこだわってるわけじゃなくて、何でもやるよ。旅配信者でもあるし、うん、何でも。あ、どう猛だよ。めちゃめちゃどう猛だよ、たくさん。本当に、あ、こいつら恐竜の末裔だっていうの本当にわかる。めちゃめちゃ凶暴。釈迦とか。あのね、襲いかかってくるもん。で、何でも食うし。あと、足を見るとわかる、鳥の。足を見る。旅、全然残ってるよ。YouTube に全部録画が残ってるから。どこまで行ったっけな、銚子の海に行ったりとか、五色沼って言って、沼、もう虹色の沼とか見に行ったりとか、あと千年桜って言って、千年咲いてる桜見に行ったりとか、あとどこ行ったっけな、うん、いろんなところ見に行ったよね。で、今月末沖縄に行くんだよね。うん、楽しいよ。そうそう、福島の五色沼。マジでやばかったよ、福島の五色沼。感動したもん。本当に、え？って思う。なんでこんな色してんの？みたいな。まあ、冬の五色沼だから雪残って超大変だったけどね。行く時期間違えたけど、それはそれで貴重な映像を撮れたから、観光客全然いなくて。見る？五色沼。びっくりするよ、本当。これがその写真なんだけど、マジかって思うよ。感動するよね。これ五色沼写真なんだけど、やばくない？これやばいでしょ。一つの沼なんだよこれ。これは綺麗だよね。これは行ってよかったなって本当に思った。で、こんな感じで行った感じ。旅人って感じでしょ？こんな感じで、パソコン持ちながら撮影して。うん、虹色でしょ？だからこういうなんか映像ハンティングみたいなことはやってるかな。映像ハンティング。綺麗だったなぁ。虹色、うん、僧侶、うん、あとまああの鶴ヶ城見に行ったね。鶴ヶ城、ね、お城、これはどこだっけ。これも福島か。鶴ヶ城、これライトアップされてすげえ綺麗だったね。鶴ヶ城ね。弁所太郎さんもね、海外まで行くかんね。これが堀の桜なんだけど、こんな感じでライトアップされてたよ。綺麗だったな。歌わねえか。ピンとか合わない。歌わないね。城マニアにはたまらない、うん、あと仙台で牛タンも食ったし、寿司とかもうまかったしな、うん、楽しかったね。沖縄も楽しみだよ、行くの。白虎隊のお墓行かなかったね。
白虎隊のお墓行かなかった。だから白虎隊が何なのかよく分かんなかったね正直言うと。なんかあの新選組の先駆けみたいな感じだったんでしょ白虎隊って。間違ってたらごめんね、行ってないですね。沖縄はえっ、ー、とね3倍目光くんと金梅さんとテルチャンピンとパルパルと俺とあとまあなんか女子呼びたいとか言ってたよチャンピンが。だからルルピララピなのかな、わかんないけど。あとあのなんだっけココロちゃんとかも来んじゃないの。沖縄もあのもう車でバンバン案内してくれるってチャンピンが、レンタカー借りて。チャンピンもともと沖縄に住んでたんだよ。でホテルまで用意してくれたんだって。やばくない？なんかチャンピンのリスナーが和道とツインでホテル取ってくれた、めちゃめちゃありがてえとか思って。金払わなくていいのって聞いたら、いやリスナーさんが出してくれるっつって。嘘だろって。そう、ココロちゃんは来んじゃないのって言ってたよ。来るかどうか知らないよ。なんかでもチャンピンが、あココロは来んじゃねえみたいな。俺はテルチャンピンと同じ部屋、ツインの部屋。まあだから配信三昧だろうね。もうまあ海と、俺は琉球ガラスを作ってリスナーさんにプレゼントしようかなと思ってて、琉球ガラスでこうフーッてこう鉄パイプをフーッて釜の前でフーッてでチョキンって切ってで加工してリスナーさんにプレゼントはやりたいなと思ってて、琉球グラス体験いくらぐらいでできるんだろう。これがその琉球グラス体験ってやつなんだけど、これこうやってフーってやるのよ。いくらぐらい、こういう釜の前でやるんだけど、これをやってあのリスナーさんにプレゼントしようかなと思ってる。3品は配信つけないでオフの時も楽しみたい。そりゃそうでしょ、うん、俺はまあ配信ずっとやってるだろうけど、うん、安っ1600円。安っ、そんな安いの琉球ガラスって。商売っ気ねえな嘘だろ2000円以下なんだ。安っ。釣り、あな、沖縄の魚まずいんだよ。っていうか、もう考えられないかもしれないけど、そう、浅いの。で、もう透明なの。で、綺麗ななんか熱帯魚とか普通に泳いじゃってるの。もう本当、なんか水族館とかの小さい魚みたいなのが普通に泳いじゃってるの。だから、でっかい網でザーってやると、熱帯魚全部取れちゃうみたいな。こいつら大丈夫かみたいな。でね、まずいのよ、白い淡白な魚が多くて。俺はもう沖縄の魚食えたもんじゃないと思ってる、うん、まあ俺も久々のね旅っていうか今回旅行って感じかな、仲間と、うん、まあ旅もするけど自分の企画もやるけど、うん、1600円ぐらいできるんだ。じゃあ何個か作って、3個ぐらい作ってプレゼントしよう。料理まずいよ沖縄は。沖縄ステーキとかうまい。要はねアメリカ文化なんだよ。だからステーキとか本格的なアメリカのやつ食えるんだけど、まあ他のはまずいね。ステーキはマジでうまいよ沖縄の。あとハンバーガーとかルートビアとか知ってる？みんなルートビア、クソまずいんだけど癖になる味の A&W でね。まあバカンスを楽しむよ俺は、うん、次枠行こうか迷うな。なんか今日全然だったな、4時間配信で全然稼げなかったな。やべえな、1700円か4時間で1700円、1764円って時給計算するといくらなんだろう
時給、俺の今日の仕事の時給のせいか、このブラック企業っぷりをちょっとね、1762円割る4時間は、すごいよ、ブラックだよ、ほら、労働。440円だよ、時給。見てみんな。ブラック企業、ブラック企業。株式会社ワドツアー。時給440円だから、社長の給料。やばいでしょ。次枠行かないとな、これ。どうしよう。昼頃やろうかな。一回間を置いて。今日はね、なんかね、俺、こんな予感したんだよ。今日なんか、ダメっぽいな、みたいな。で、ドレさんも少ないんだよ、今日。うん、なんか、そんな感じがしたんだよね。うん、だから今日休もうかどうか、本気で迷ったの。うん、ちょっとね、これ、なぎだなと思って。っていうのもね、今月ね、もらいすぎなんだよ、ちょっと。今月もらいすぎたのがあるの。一回休憩すっか。昼頃やろうかな。昼っていうか10時ぐらいとか。ちょっと時間帯変えるわ。だから昼頃、昼とか稼げそうな気がする。そうするわ。ちょっとプライベートの時間にするわ。うん。やっぱ乗れる時にやんないとね、リスナーさんも面白くないもんね。今日は撤退します。じゃあ皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。もし、また見てくれる人はフォローよろしくお願いします。YouTube、Twitter などフォローしていただけると嬉しいです。それでは皆さんさようなら。また後で。お疲れ。皆さんお疲れ様。どうもどうも。多分ね、月曜日だからだよ。月曜日ダメなんだよ。まあ、昼頃はね、昼は逆に奥様方がいっぱいいるから。みんなありがとうね。楽しかったです。お疲れ様でーす。コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。